リオさん、お金をちょうだい。いきなり何ですか？吉野さんとはとっくに縁切ったはずですが。その絶縁を取り消してあげるわ。あなたは縁を切られた側ですよね。細かいことはいいじゃない。それに携帯の電話番号変えたはずなのにどうして知ってるんですか？愛するムチコタンにあんたの番号を聞いたら教えてくれたのよ。やっぱり敬語の仕業でしたか。やっぱ持つべきものは男の子よね。あのマザコンならいつか教えるだろうと思っていましたが。そんなことどうだっていいのよ。私が欲しいのはお金よ。意味がわかりません。目的を教えてください。私一昨日道端で急に倒れちゃってね、救急車で病院に運ばれたの。それでその後緊急入院になって、検査の結果がんが発覚したのよ。そうなんですか。大変ですね。んで手術が必要になっちゃってね、その費用が100万を超えるらしいの。随分高額ですね。だからその費用を全部負担しなさい。今医療費を軽減できる制度が充実してますし、そちらを利用されてはどうでしょう。そんなのに頼ったら周りから変な目で見られるでしょう。公的制度を頼ることは悪いことじゃないですよ。私はあくまでリオさんに金出してもらいたいのよ。はい、どうして私が払うんですか。警護に頼めばいいでしょう。あの子は今お仕事で忙しいから、余計な苦労をかけるわけにはいかないわ。忙しいのは私も同じです。嘘おっしゃい。在宅で仕事してるんだから大して忙しくないでしょ。そんなことありません。記事作成するために様々な調査も行うんですよ。お金出したくないからって言い訳ばっかり。そんなこと通用しませんよ。とにかく私は縁を切ったので、そこまでやる義理はないです。ま、なんて冷たい嫁。家族がこんなにも苦しんでいるのに。今まで私を家族として扱ってなかったくせに、よく言えますね。そうだったかしら。それに私が倒れた時助けてくれなかったのにずうずうしいです。そんなことあった？私が胃潰瘍になった時、痛さのあまり動けなくなった時ですよ。ああ、あのことね。てっきりお芝居だと思ったのよ。ごめんなさいね。そうでしょうか。あなたはそんな私を見てなんて言いました？さあ覚えてないわ。これでやっと息子を奪った悪女が消える。保険金ももらえるし最高だ。思い出したわ。せっかく邪魔者が消えると思ったのに。全然悪びれた様子がないですね。せっかく保険金がもらえると思ったのに。保険金？警護担があんたに高額の生命保険かけてくれたのよ、私の老後のために。なんだか警護ならやりかねないですね。それなのにあっさり助かったんだから最悪よ。たまたま仕事から帰ってきたお父さんが119番通報してくれたから助かったものの。ほんと余計なことしてくれたわよね、あの人も。あなたもお父さんから説教を受けてたでしょ。下手すれば私の命は危なかったんですよ。あれは納得いかなかったわ。体調管理できないあんたが悪いのに。人の命を存在に扱うからですよ。あんたが入院したせいで家事要員がいなくて大変だったのよ。大して家事をしない人ですからね、あなたは。だからあんたは私たちに迷惑をかけたわけ。その罪を償うために手術費をよこしなさい。そんな無茶苦茶な理論をぶつけてくるんじゃなおさら助けられません。昔いびったのは悪かったわよ。でも私手術費がないと長くないの。知りません。リオさん働いてるんだし払ってよ。息子と離婚したくはないでしょ。もちろん嫌ですよ。そんなこと言わないの。優しいあんたなら助けてくれるわよね。でもお母さんのために払うなんて嫌です。さっきから生意気ね。助けないばかりか反抗ばっかして。このことは警護隊に言いつけてやるから。私は染谷リオ35歳、ウェブライターとして在宅で仕事をしています。私は結婚当初から義母もとい吉野さんに嫁いびりをされてきました。いつも私のやることなすことにケチをつけ、しかも警護やお父さんのいないところでやるものだからたちが悪いものです。お母さんと呼ぶことも許してくれず、私は未だに彼女のことは吉野さん呼びのまま。警護もマザコンであり、私の味方をしてくれるとは思えなかったので、いびられてることも言えませんでした。離婚しようかとも思いましたが、私も私で彼らには情が残っていたので、なかなか別れることができなかったのです。そして吉野さんと縁を切るきっかけとなったのは、
私が倒れた時、この件で彼女はお父さんにこっぴどく叱られていました。お父さんは私に、今まで気づかなくて申し訳ない、縁を切られても文句は言えないと言ってくれ、私たち夫婦は義両親と別居することに決定。敬語は不服そうでしたが、お父さんにお嫁さんを大事にしろと怒鳴られ、しぶしぶ別居に応じました。しかし数年後、お父さんも病気で旅立ち、ストッパーがいなくなったことで再び吉野さんの暴走が始まったのです。これから先どうなってしまうのでしょう。2日後、このクソ嫁が、はぁ、おとといのやりとりのこと聞いたぞ。ママを助けないなんて白状者。普通はあんたが助けるものでしょう。なんで私なの。お前はママに散々世話になっただろ。だからその恩返しをしろよ。世話になった覚えなんてないんだけど。嘘つくな。お前はママに家事を全部押し付けていたじゃないか。吉野さんの嘘をそのまま信じたのね。押し付けられたのは私の方なのに。言い訳するな。つべこべ言わず手術費を出しやがれ。あんたは息子でしょ。自分の母親のことなのに人任せにしないでよ。ママが死んでもいいってのか。私に散々嫌がらせした人を助ける義理はありません。あの時はママも魔が差しただけだ。悪気があったわけじゃない。家事は私が全部やってるのに、あたかも自分がしたかのように近所に言いふらしてたのよ。別にいいだろ。他にもビンタされたり、私が食べる分のご飯に洗剤入れられたわ。悪意がないとできないでしょ。それはお前の行いが悪いせいじゃないか。私が倒れた時も救急車も呼ばずに笑ってたのよ。倒れたのはお前の責任だろ。ママは何も悪くない。普通苦しんでる人が目の前にいたら助けるのが常識よ。責任を全部ママに押し付けるな、バカ嫁。とにかく私はお金出さないから。てめえ、自分が何言ってるか分かってんのか。もちろん承知の上よ。そうか、ならお前には罰を用意する。覚悟しとけよ。2週間後、リオさん、ご機嫌いかが。病院送りになっちまったな、かわいそうに。二人して道路に突き飛ばすなんて最低よ。おかげで車にひかれたわ。あんな車の通りが多いところだったからしょうがないわよね。こんなことしてなんで平気でいられるのよ、あんたたちは。言ったろ、罰を用意するって。愛するムチコタンと私が月に代わってお仕置きよ。どっかで聞いたことあるな。ママったら面白い。ユーモアのセンスには自信があるわ。あんたたちのやったことは劣気とした犯罪よ。こんなことして許されると思ってるの。人聞きの悪いこと言うなよ。俺たちはただお仕置きしてやっただけだぜ。そうよ、私たちからの愛の無知ってやつ。全然反省してないわね。今回のことは警察に言うから。やれるもんならやってみろよ。チクったら離婚だぞ、バーカ。ええ、構わないわよ。だから法の下にあんたたちに復讐するから。あんたにそんな度胸あるわけないじゃない。私ももう離婚を考えてたし、ちょうどよかったわ。え、は、驚いた。でももう決めたことだから。ちょっと待てよ、突き飛ばしたくらいで離婚はないだろ。そんなことくらいで起こるなんて器小さいわね。人にあんな怪我させておいて、ことの重大さが理解できないのね。大体悪いのはお前を引いたやつだし、俺たちに責任はないぞ。あんな通りが激しかったし、引かれるのは当たり前。それに引いた人は私に誠心誠意謝ってくれたわ。ならもういいじゃない、水に流しましょうよ。話を終わらせないでください。何よ、しつこいわね。だいたい怪我って言っても大したものじゃないでしょ。私は体中から血が止まらなかったんです。頭も裂けたし、目を覚ますまで数日はかかったのよ。そうだったの。あんたたちは一度もお見舞いに来なかったし、わからないのも無理ないか。でも俺たち命を奪ったわけじゃあるまいし。それはどうかしら。なんだよ。私は手術中に一回心臓が止まったの。冗談でしょ。心臓マッサージで元に戻ったらしいけど、あの時は先生たちも肝を冷やしたって。マジかよ。それがどういうことだか分かってる。どういうことよ、わけが分からないわ。よかったじゃん、助かって。
その様子だと全く理解してないよね。私は一度命を落としてるの。それはつまりあんたたちは一瞬とはいえ人の命を奪ったのよ。それは言い過ぎじゃない。いくらなんでもそこまで大げさに言わなくても。そうだぜ、何はともあれ助かったんだし、もう引きずるなよ。一生引きずるわよ。あんたのことなんてどうでもいいのよ。今は私のことが重要よ。は？あんたはもう助かったけど、私は手術しないと助からないの。ママの命に比べたらお前のなんてゴミだよ、ゴミ。は？だから先生に言って明日退院しなさい。いくらひどい怪我でも少しは働けるでしょ。お前は一生俺たちの奴隷として生きればいいんだよ。おい、てめえら自分たちが何言ってるか分かってんのか？え、何よその口調。お前らマジでイカれてんな。どうしたんだよ急に。ああ、マジで限界。もう容赦しねえから。え、お前らを問答無用で叩き潰してやる。どういうことだよ。人に大怪我を負わせといて悪びれもしない。それどころか満身創痍の人に無理させようとする。調子こいてんじゃねえぞ、小悪どもが。待ちなさいよ、小悪って私たちのこと。他に誰がいるってんだ。嫁だからって散々見下しやがって。落ち着けよリオ。落ち着いてなんかいられるか。とにかく離婚は決定事項だし、お前らのことも問答無用で警察に突き出すから。え、嘘じゃなかったのかよ。本当だっての。じゃあ手術費はどうなるの。まさか払えないなんて言うんじゃないでしょうね。当たり前だろ、お前なんかに払う金は1円もないから。叫んじゃねえぞ、んなこと許さねえからな。黙れ。お前何様のつもりだ。自分の立場分かってんのか。へえ、落ち着きなさいよ。今日のあんたはおかしいわ。どうしたのよ。いくら道路へ突き飛ばされたからってそんなに怒らなくても。通りの激しい道路にわざと突き飛ばすなんて非常識にも程があるわ。でもまさか引かれるなんて思ってもいなくて。嘘ばっかり、最初からそれが目的だったくせに。それはその、ほら何も言えないじゃないか。でも私たちはあんなことになるとは思わなくて。どうなるか想像くらいできただろう。見舞いに来なかったのもお医者さんたちから怒られるのが嫌だったからでしょう。まあそれもあるけど。よくわかったよ、お前らは私のことをあの世に送りたいほど憎いんだな。そんなことない、俺たちはお前のことを大事に思ってる。私たちはあんたにちゃんとした嫁になってほしかっただけ。そんな物騒なことを思ってない。勝手に私たちの気持ち決めつけないでよ。不満があったならその時言えよ、後からうじうじ嫌がって。うるさい、お前らは私の話に耳もろくに傾けなかったじゃないか。それでも強引に言うべきでしょ、家族なんだから分かり合えるわ。だからお前が言っていいセリフじゃねえよ。ああ、もう悪かったわよ、ごめんなさいね。これからはあんたを家族として認めてあげるから。俺も謝るよ、すまなかった。だから機嫌直せよな。謝って済むなら警察はいらねえ。はあ、大体今までの行為がそんな薄っぺらい謝罪で済むと思ってんの。なんだよ、こっちは素直に謝ってやってんのに。謝ったらはい終わり、程度の確執じゃないでしょ。この私たちの謝罪を受け入れないなんてあんまりだわ。ほんと救いようのない性格ですね。もう退院したら縁切るから、さようなら。やめてくれよ、今縁切られちゃ困るんだよ。手術費出す金ないのに。そうでしょうね、あんた自分で稼いだお金はほぼ投資に使ってるし、吉野さんも年金暮らしだもんね。そうなんだよ、だから手術費だけでいいから助けてくれよ。そんな余裕ないから。じゃあ半分だけでいい。私は自分の医療費払うだけで精一杯だし、これから怪我のことを警察に相談するのに忙しいの。やめてよ、警察にバレたら表舞台を歩けなくなるわ。今まで自分たちがどれだけ悪いことをしたか知るいいきっかけになるわ。せいぜい地獄で反省しろ。後日談。その後私は順調に回復していき退院することができました。そして今回されたことを警察に相談、結果2人は逮捕され塀の中での生活を余儀なくされたのです。
私は慶吾と離婚し、誰も知らない土地へ引っ越して新たな人生を歩むことに決めました。それから風の噂で聞いたのですが、吉野さんは逮捕されたことで手術費を支払ってもらうことができず、容態が悪化しそのまま生涯を終えたようです。因果応報とはまさにこういうことですね。一方私は余計なしがらみから解放され、気ままに独身生活を謳歌しています。今まであんな奴らに恩情をかけた自分が情けなく感じますが、もう過去は引きずらず自分の人生を楽しく生きようと思います。兄の自分の夫の葬式だって言うのにどこで何してるんですか。うん、何かあったのかと思って家まで行ったら、ゆいちゃんがたった一人でいましたよ。しかもボロボロの姿で。うん、もう何日も何も食べてない様子でした。4歳の娘をほったらかしにして何してるんですか。うん、その気の抜けた返事いい加減やめてください。ごめんね、私もいろいろと事情があって。なら聞かせてください。兄の葬儀を無断欠席して娘をこんな目に遭わせる事情とやらを。それには少し順を追って話す必要がある。どうぞ、もう葬儀は終わってますので。高弘が亡くなったのは本当に残念だった。まさか通勤途中で階段から転げ落ちるなんて。あの日は大雨が降っていました。きっと足を滑らせたんでしょう。公園の近くの階段だったわ。通い慣れた道のはずだったのに。私も未だに受け止められません。どうして高弘が。私が代わりに死ねばよかったんだわ。落ち着いてください。それより事情を。ごめん、高弘が亡くなってすぐだったかな。知らない男の人から電話がかかってきたのよ。おいこらって怒鳴りつけるような口調で。え？どうやらあの人、危ない連中と賭け麻雀をしていたらしくてね。そのツケが1億円近くあるらしいの。あの真面目な兄がギャンブルをしていたなんて一度も聞いたことありませんが。それで私今拉致されてるんだ。はい？旦那の生命保険だけじゃ全然足りねえ。あとはお前が体を使って払えって脅されてるの。いつ家に帰れるかもわからない。それならすぐに警察を。やめて。え？通報なんてしたらこのこわもての男たちに何されるかわからない。でもとにかく葬儀に出れなかったのそういうことなの。結果的にユイのことも置き去りにしてしまった。あのお姉さん。何？それって本当ですか？どういう意味を？実はユイちゃんを保護した時妙なことを言ってたんです。パパが死んじゃったから私はママに捨てられたの。かわいそうに、私が急にいなくなったからそう思っちゃったのね。おばちゃんのところで暮らせ、そう言われたとも言ってました。おばちゃんって私のことですよね。ゆいちゃんにそう言ったんですか？よく覚えてない。でも拉致される瞬間とっさにそんなこと言ったかも。ゆいちゃんは何日も一人だったようです。私を見るなり助けてって抱きついてきたくらいですから。私もあなたに連絡したかったんだけど、スマホすら持たせてもらえなかったの。今は見張られながらどうにか LINE だけできてる。そうですか。こわもての男たちがいやらしい目で私を見てるわ。妊娠しちゃう。はい。ごめんなさい、あまりの恐怖で頭がおかしくなってて。それで一体どうするんですか？何が？いや、ですから身柄を拘束されてることやゆいちゃんのことですよ。よくわからない借金を本当に返すんですか？だってそうするしかないじゃない。ひとまずゆいはあなたが育てて。は？確かあなたは専業主婦だったよね。そうですけど。子供は？いません。それならお願い、子育ての練習だと思って。急にそんなこと言われても。私はこれから返済地獄なの。子育てなんてとてもできない。まさか断ったりしないよね。ですからまずはその借金の真偽を確かめた方が。お願い、何も考えずに分かったと言って。じゃなきゃ私ゆいが心配で頭が変になる。それならひとまずは預かります。ありがとう。急に軽くなりましたね。
状況は何も変わってないというのに。だから頭がおかしくなってるんだって。もう LINE は終わりにしろって言われた。ちょっと待ってください。なんかゆえちゃんが気になること言ってるんですけど。お姉さん、ダメだ、既読がつかない。翌日、いきなりびっくりするじゃない、急に家に来るなんて。こちらこそ驚きました。まさかご在宅だとは。いつ解放されたんですか？ついさっきよ。それなら一言連絡くれればいいのに。今しようと思ってたの。それでなぜ家に入れてくれないんですか？ゆいちゃんと一緒に荷物を取りに来たんですけど。だからそれは、それともやっぱりゆいちゃんを置いていきましょうか？愛する娘とは一緒にいたいですよね。それは無理って言ったでしょ。返済返済でとても子育てなんてできる状況じゃないの。それなら玄関のチェーンを外してください。鍵はゆいちゃんが持ってますが、これじゃ入れないので。今日は帰って。なんでですか？ひょっとして一緒にいる男性が原因とか。え？中から声が聞こえますので。これはその、そうなのよ、私を拉致った男の一人が今一緒に来てるの。金目のものを物色しにね。なるほど。じゃあ警察に通報を。それは大丈夫。とにかくあなたたちを危険にさらすわけにはいかないから、今日は帰って。何が大丈夫なのか分かりませんが。それなら分かりました。それじゃ。あ、そうだお姉さん。何？こないだ聞きそびれたんですけど、ゆいちゃんが気になることを言ってたんですよ。何を？ママはずっと笑ってたって。はぁ、意味が分からないんだけど。おばちゃんのところで暮らせ、そうゆいちゃんに言ったんですよね、拉致される直前に。そうよ。おかしいな。ゆいちゃんが言うには、あなたはそれを笑いながら言ってたと言うんです。それも兄が亡くなった日に。知らない。それにあなたが誰かに連れ去られるところなんて見てないって。知らない。本当は拉致なんてされてないんじゃないですか？借金の話も真っ赤な嘘とか。知らない。困るとすぐ同じ返事連発しますよね。あの葬儀の日もそうだった。もう何なのよさっきから。あなたは単にゆいちゃんが邪魔なだけなのでは。兄と同じように。何を言ってるのよ。兄を殺したのはあなたですか？は？わけわかんないこと言わないで。すみません、実はあなたは浮気をしていて、保険金目的のために兄に手をかけたんじゃないか、そんな妄想が膨らんでしまって。ありえないですよね。当たり前でしょ、あれは事故なの。でも他にも気になることがあるんです。お姉さん、 LINE で私にこう言ってましたよね。高弘は通勤途中で階段から転げ落ちたって。それが何よ。まるで目の前で見たような言い方に聞こえます。私の気のせいかな。現場の状況的に階段から落ちた可能性が高いって警察の人も言ってたでしょ。そうですね。でもあくまで可能性です。なのにあなたは知ってるみたいに。もういい加減にして。人を殺人鬼扱いするとかキモいんだけど。失礼しました。証拠なんてどこにもないですもんね。そうよ、もう帰って。はい。ゆいちゃんの面倒は引き続きこちらで見ます。いいから行け。数週間後。いい加減にしなさいよ。え？ここ数週間あんたが私を嗅ぎ回ってることは分かってるんだから。あー、やっぱバレてたか。マジで何なのよ。まあバレてもいいと思ってやってたんだけどね。別に私プロの探偵じゃないし。いきなりタメ口か。それで何が目的？何かボロを出してくれないかと思って。何の？兄のこと。まだ私のこと人殺しだと思ってるんだ。呆れた。でも素人の私が調べたところで、あなたに恋人がいるってことくらいしかわからなかった。あっしょ。認めるんだ、浮気してたこと。何の話？達也とは高弘が死んでから付き合い始めたんだけど。達也って言うんだ。うん、超イケメンでしょ。あの時家の中にいたのもその男？どの時？私とゆいちゃんが荷物を取りに行った時。どうだろうね。
とにかくこれ以上私のこと嗅ぎ回っても何も出てこないからだと思う。あなたは私のことを相当警戒してるみたいだし。キモいんだよマジで。私と達也がラーメン屋に入った時なんか隣のテーブルに座ってきやがって。あの時あなたたち一言も喋らなかったね。下手に会話しちゃうと兄のこと喋っちゃいそうだから。勝手に言ってろ妄想女。ところで借金は大丈夫なの？は？地獄の返済生活とか言ってた割に恋人と楽しくやってるみたいだから保険金が入るのはまだだいぶ先のはずよね。いろいろあんのよ。やっぱり全部嘘だったとか。しつこい。もうブロックするわ。言っとくけど保険金なら入らないわよ。は？あんたは殺人罪で逮捕されるから。だからいい加減にしろ。今証拠を持って警察署へ向かってる。え？あんたたちを嗅ぎ回ってたのが私だけだと思った。それとは別に探偵を雇ってたのよ。高いお金を払ってね。はぁ？私を警戒させれば脇が甘くなってボロを出すんじゃないかって。結果大成功だったわ。どういうことよ。先週の金曜日のんべえって居酒屋に行ってたよね。例の達也って男と。覚えてない。あんたベロベロに酔ってたみたいだからね。知ってる？あの店の個室って隣同士だと結構会話が聞こえてくるみたいなのよ。壁が薄いらしくて。まさか？そう、あんたたちが酒に酔ってベラベラと喋ってる間、隣の部屋では私の雇った探偵が耳を澄ましてた。ボイスレコーダーを片手にね。嘘でしょ？それで私何を喋ってたの？証拠なんか出るわけないのに、あの女しつこすぎ。人一人殺すだけで5000万とかマジラッキー。大雨のおかげで後ろから近づくのも超簡単だったわ。他にも犯行の自白をペラペラと。マジ？保険金の受け取り人はあなたになってるし、浮気の事実だってある。その上自白までしちゃったらさすがに言い逃れはできない。ちょっと待って。何？話し合いましょう。一体何を？1000万。あ、いや2000万あげる。だからその証拠は警察に届けないで。お断りします。悪い条件じゃないでしょ。どうせもう高弘は帰ってこないわけだし。ふざけんなゴミクズ。今すぐあんたんところ行って締め殺してやろうか。え？人一人の命を奪っておいて一体どんな人生歩んできたらそんなことが言えるのよ。だってどんな気分だった？え？教えてよ。人を殺すってどんな気分なの？そんなの知らないわよ。突き落とす時の感触は？兄はどんな風に転げ落ちていったの？最後に兄とは目が合った？だから知らないってば。私の頭にあったのはお金のことだけ。このクズ。もういいわ。これ以上あんたと話してたら本当に殺してしまいそう。さっさと豚箱にぶち込んで終わりにする。そんな。そうだ、一つ教えて。兄の葬儀の日あんたはどこで何してたの？それは。早く答えて。達也の家に入り浸ってた。ゆいちゃんをほったらかしにして。うん、葬儀のこともすっかり忘れてた。本当にクソね。でも意図的にゆいちゃんを放置してたのなら保護責任者遺棄罪も追加されるから。え？最低10年、いや15年の懲役は覚悟しなさい。この人殺し。そんなの無理、耐えられない。もうあなたの言葉は何も聞きたくない。わかった。2500万。 いや3000万渡すから。こんなゴミが世の中にいるなんて。後日談。殺人罪及び保護責任者遺棄で逮捕され有罪となったゆり子。その行いは極めて悪質とされ、懲役25年の判決が言い渡されました。その長い刑期の中で彼女は一体何を思い考えるのでしょうか。別に反省してほしいとは思いません。そんなことをされても兄は帰ってきませんし、私も興味ありませんから。ただただ彼女が苦しい思いをしてくれればそれでいいです。兄の遺品整理も終わり、
以前と変わらぬ日常が戻ってきました。ゆいちゃんに関しては私の両親が実家で面倒を見ることに。女の子ですが、笑った顔が兄にとてもそっくりです。子供放置してどこに行ってるのよ。は？お母さん何言ってるの？早く帰ってきなさい。子供とか帰ってこいとかどういうこと？こんな時に何とぼけてんの？よくわからないけど、仕事で 2,3 日空けてて、今戻ってきたところだからゆっくりしたい。なるほど、出張に行ってたから孫を預けてたってわけね。どういうこと？子供より仕事を選ぶなんて母親失格だわ。全く意味がわからない。あんたが私に預けた娘の話だよ。かわいそうに、私が気づいた時にはもう冷たくなってた。 LINE 送る相手間違ってる？間違えるわけないでしょ。あんたみたいなアホ他にどこ探してもいないわ。え？孫をこんな目に遭わせるなんて許せない。あのさ、私独身だし子供いないよ。は？そんなわけないでしょ。現にあんたの娘を私が預かってんだから。じゃあ聞くけど、私がいつ結婚していつ子供産んだの？知らないわよそんなもの。残念だけど彼氏もいないわ。確かにラクダ顔なあんたが結婚なんてできるわけないか。私、お母さんにだってよく言われるけど。男に捨てられたんだ。それで未婚の母ってわけね。なんでそうなるの？それにしてもここにいる孫は随分と顔が整ってるわね。だから私の子じゃないって。顔も少し茶色っぽいし、目は大きくてクリクリしてる。ハーフ？それってゆいちゃんじゃないの？誰？本気で言ってる？ド忘れすることくらいみんなあるでしょ。お母さん、今年で55歳だっけ？は？なんなのいきなり。いや、その大丈夫かなって。何が？ほら、よく聞くじゃない、最愛の人に先に旅立たれて認知症になっちゃったって話。若くてもなるらしいし。失礼ね、ボケてなんかないわよ。うん、けどほら、中学時代の恩師が先月亡くなって相当落ち込んでたってお父さんから聞いてたからさ。興味ない。え？恩師って他人じゃん。おじいちゃんの友人で幼い頃からよくしてもらったって人なんでしょ？知らん。やっぱり変だよ。ああ、最近疲れてるのかもね。そうなんだ。だから早く帰ってきて、そしたらあんたのこと許してあげてもいい。お母さんの反対を打ち切って家を出てまで CA になったことまだ許せない？はい。違うの？どれだけ説得しても認めてくれなかったから大学を卒業して一人暮らしを始めたんじゃ。ああ、そうだったわ。実家を離れて4年になるけど、最初の1年しか帰省してなかったね。親子もの。え？人なんていつ亡くなるかわからないんだから、生きてる間に会っとかないと。そうだね。帰ってきたら速攻あの世に送ってやる。え？ああごめん、変換ミス。何を打とうとしたらそうなるの？最短何時くらいに帰れる？着替えて支度して2時間後くらいかな。おっそ、早くしろこのノロマラクダが。こんな暴言吐くような人じゃなかったのに。ジョジョどうなってんの？やっぱり認知症なのかも。私の名前はミユ、25歳、 CA として働いています。私が CA になりたいと言った時、母はそれに大反対でした。理由が理由なだけに母の気持ちもわからなくもありませんが、母と顔を合わせることの気まずさと仕事の忙しさとでここ3年帰省することができていませんでした。とりあえず母の様子を確認しなくちゃ。しかし実家で私を待ち構えていたものは夢であってほしいと願わずにはいられない現実だったのです。2時間後。今日ゆいちゃんをうちのお母さんに預けた？うん、おばさんに同窓会があるって言ったら面倒を見るよって言ってくれて。やっぱり。どうして知ってるの？お母さんから聞いた。今電車で実家に向かってる最中なの。仲直りしたんだ。ううん、お母さんとは全然連絡取ってなかったんだけど突然 LINE が来て。そうなの？いとことしては早く仲直りしてほしいけどな。でも変なんだ、独身の私の孫を預かったとかも言うし、ゆいちゃんの名前出しても知らないって。ゆいのこと溺愛してくれてるのに名前を忘れるとかありえない。そうだよね。だからお母さん、
認知症じゃないかなって。今朝も普通だったよ。おじさんからもそんな話聞いたことない。私もお父さんとは連絡取り合ってるけど何も言われたことない。なんだか別人みたい。そういえば同窓会始まってすぐくらいにおばさんから着信があったことに気がついたんだけど、いくらかけ直しても繋がらないの。それ何時頃？3時間くらい前かな。私のやりとりより前か。なんだか気になるね。早めに帰るようにするよ。ありがとう。私もあと15分ぐらいで着くからまた LINE する。おかしい。どうしたの？今実家に着いたんだけど、庭に未開封のいちごジャムが落ちてる。買い物から戻ってきた時に落とした。でも気づくよね。あれ、鍵開けて入ろうとしたら玄関の扉チェーンがかかってる。え？ドアの隙間から赤いパンプスが見える。ジョギングが趣味でいつもスニーカーのおばさんがそんな靴持ってるなんて想像できない。え？何？今家の外に置いてるゴミ箱の上に立って窓から中を覗いてるんだけど、リビングが荒らされてるの。ユイが暴れ回ったとか？それにしてはおてんばすぎない？椅子も倒れてるし食器もたくさん割れてる。あ、何？お母さんとユイちゃんが手足を縛られて部屋の片隅で震えてる。どういうこと？あの子は無事？泣きながらお母さんにすり寄ってるけど、見る限り二人とも怪我はしてなさそう。なんでそんなことに。警察に連絡する。私もそっちに向かう。今許さないって女の人が叫ぶのが家の中から聞こえた。犯人がそこにいるの？多分姿が見えないから別の部屋だと思う。ユイ、無事でいて。私は二人をこんな目に遭わせた犯人と LINE してたってこと。あ、またお母さんから LINE が来てる。おばさんじゃなくて犯人でしょ。このままだと二人の命が危ないわ。まさかユイがこんな危険な目に遭うなんて。同窓会なんか行かなきゃよかった。私が警察が来るまで時間を稼ぐ。何をする気？相手は犯罪者なのよ。分かってる。でも私が何とかしなくちゃ。15分後。まだ着かないの？旦那さんもここにいてあなたのこと待ってるのよ。設定崩壊してるよ。え？私のこと未婚の母とかわけわからないこと言ってたじゃない。ああ、そうだっけ。私を呼び出すための嘘なんでしょ。ヘリクスはいいからさっさと来い。ほんとあんたって昔からグズ。着いた。今 LINE してんのにインターホン鳴らす意味がわからないんだけど。開けて。は？なんで玄関前に警察が立ってるの？ミミが通報したから。ミミって誰？そこにいるユイちゃんのママで私のいとこ。え？ユイってこの子でしょ。あんたの娘でしょ。何回言わすの。私は独身で子供もいないって言ってるじゃん。本当に？嘘だと思うならミミの LINE のアイコンユイちゃんに見せてみなよ。本人の写真が載ってるから反応すると思う。ママって言ってる。分かったらさっさと手足を縛ってる二人を解放して出頭しなさい。なんであんたが中の状況知ってるの？着いたって言ったでしょ。家の外にあるゴミ箱に乗って中の様子を見たのよ。嘘。お母さんのふりして私を騙そうとするとか本当びっくりだわ。いつ気づいた？なんかトンチンカンなこと言ってるし、最初は認知症だと思って心配してたんだけどね。くそ。まさかこんなところで昔の知り合いに再会するとは思ってなかったけど。え？あんた、私が小学1年生の時まで近所に住んでた茜でしょ。何の話？窓から覗いた時に見えた。ごまかしても無駄。違うから。ここまで幼い頃の面影が残ってる人っているんだね。しゃくれた顎があなたのトレードマーク。憶測で話すのはやめて。ノロマラクダなんてあんたからしか言われたことないもの。大人になっても中身は子供のままなんだね。ああ、うるさい。いつも年下のくせに生意気な口聞くな。なんでこんなことしたの？天罰。昔よくあなたに嫌がらせされてたけど、これはそんなレベルじゃないよ。あんたの母親が悪いのよ。私からママを奪ったから。は？20年前ママが天国に旅立って私は父方の実家に引き取られた。ああ、人生で初めて参列したお葬式だったからうっすらだけど覚えてる。なんでこの世を去ったか覚えてる？私のお母さんと一緒に参加した町内会のバスツアーで事故に遭ったんだよね。そう。なのにママは死んで
ここにいる女だけ生き残った。うん、当時は10歳だったのよ。母親が全てだった。それをあの事故で突然奪われた。辛いよね。簡単に言うな。ママのお葬式で自分が言ったことなんか覚えてないでしょうね。え、茜ちゃんのママはもう起きないの？なんで寝てるの？私がそんなことを。泣いてる私にしつこく質問してきたのよ。想像できる？心の支えを失った私の気持ち。ごめんなさい、状況が分かっていなかったとはいえあなたを傷つけた。それからあなたに嫌がらせをするようになったけど少しも気持ちは晴れなかった。そうだったんだ。その後すぐパパの実家に引っ越したの。でも祖父母とも馬が合わず窮屈な思いをして育ったわ。知らなかった。20歳になってすぐ家を出て知らない土地で一人暮らしを始めた。苦労したんだね。本当はこの町にだって戻ってきたくなかった。ママのこと思い出しちゃうし。どうして戻ってきたの？偶然仕事の関係でね。でその日偶然にも町でここにいる二人を見かけたってわけ。まさか。ヘラヘラ笑いやがってすっごくムカついた。こいつだけのうのうと生きてあんなに幸せそうにしてって。気がついたらこいつらが家に入ろうとしたところ殴り倒してたわ。ただの逆恨みじゃな。は？あなたには同情する。でもあなたのお母さんが死んだのは私の母のせいじゃない。黙れ。どうして私を呼び出したの？玄関にあった家族写真を見て葬式の時のあんたの言葉が蘇ってきて、あんたの目の前で母親をあの世に送ってやろうと思ったんだ。最低。茜のお母さんは事故だけどあんたがしようとしたのは殺人だよ。恨むなら20年前の自分を恨みな。私は同じ苦しみを味わわせてやろうとしただけ。残念だけどあなたが捕まるのは時間の問題。バーカ、こっちは人質がいるんだよ。立てこもってんの。警察は入ってこれない。卑怯者。本当はあんたも一緒にと思ったけどもういい。この二人だけでもあの世に送ってあげるわ。やめて。あなたのお母さんきっと天国で楽しんでるよ。ふざけんな。ママのことなんて忘れて生きてたくせに。母は片時もあなたのお母さんのこと忘れたことなかったよ。え？毎年命日にはお墓参りに行ってるらしいし、私が CA になるのを反対してたのも20年前のことを思い出すからだって。そうなの？もう事故で大切な人を失うのは嫌だからって。それでも私は夢を叶えたいから家を出たの。なんで？喧嘩ばかりしてるけどいつか立派な CA になってお母さんを海外旅行に連れてってあげたいと思ったから。ムカつく。私には連れてく母親もいないのよ。え？なんか2階からカラスの割れる音が。なんで私がこんなに長々とあんたと LINE してたと思う？え？警察が隣に住んでるいとこの家の2階のバルコニーから両親の寝室のベランダに飛び移って侵入するための時間稼ぎをしてたの。ちょっと待ってよ、お願い助け。捕まったか。20時4分、容疑者逮捕。後日談。この後すぐに警察は茜を殺人未遂と監禁罪、不法侵入で現行犯逮捕。茜は実刑となり懲役7年となりました。当然のことながら会社からは懲戒解雇処分になったようです。家を荒らして壊したものについては損害賠償請求をし、後日事件のことを知った茜の父が建て替えますと謝罪とともに弁償代10万円を支払ってくれました。彼女は罪を犯しましたが、もし私が彼女の立場だったらと想像すると苦しくなります。一方今回の件で私は月一で実家に帰るようになり、来週は母と一緒に茜のお母さんの墓参りに行きます。親孝行はできる時にしていきたいですね。実家が金持ちだからお前と結婚することにしたけど、やっぱやめた。え？結婚式当日だけどお前とは婚約破棄する。ここに来てマリッチブルー？今それどころじゃないんだけど。階段から落ちたぐらいで大げさに騒ぐなよ。なんで知ってるの？目の前で無様に転がってったからな。見てたのに放置したってこと？すぐに復活されて結婚式を強行されたらたまったもんじゃないからな。もしかしてあなたがやったの？そうとは言わないけど、そうかもしれないな。嘘でしょ？どうして？
こうすればお前も結婚式なんて気分じゃなくなると思って。何なのそのふざけた理由は。この方法ならお前のせいで中止にできるし、俺のメンツも潰れないからな。そこまでして私との結婚をやめたいの？お前と結婚しても何のメリットもないことに気がついたんだ。は？ほら、お前って見た目は深海魚のアンコウそのもので、正直グロじゃん。誰からもそんなこと言われたことないけど。みんな気を使ってるだけ。はっきり言うけどお前はドブスだ。ひどい。でもあんな豪邸に住んでるし、金持ちの娘だからと思って我慢してたんだよ。最初からお金目的だったってこと？そうじゃなきゃお前なんか伴侶に選ぶか。私のことが好きでたまらないから結婚してくれって言ったじゃない。お前の持ってるお金がたまらなく好きってこと？じゃああなたの友達に紹介してくれた時に言ってくれたことは？ああ、顔じゃなくて屈託のない性格に惚れたってやつ。それ嘘だったの？そりゃお前、人に紹介するのに金目当てですなんて言わないだろ。すごく嬉しかったのに。残念だったな。お前にはこれっぽっちの魅力もねえよ。そんな。つうこって美人な妹に乗り換えるわ。お母さんも認めてくれたし。は？驚きすぎて理解できてない？俺はお前の妹のマリと結婚するから。意味がわからないんだけど。俺さ、気づいちゃったんだよ。実家が金持ちなのはマリも一緒じゃんって。いや、そうじゃなくて。それでアプローチしたらあっちもその気になってさ。どういうこと？速攻妊娠させた。は？こうなったらお前はもう身を引くしかないだろ。妊娠させといてあんなことするなんて何考えてんの？妊娠させたからこそどうしてもお前との結婚式を中止にしたかったんだよ。だからって階段から突き落とすなんて。マリはお前が階段から落ちたって知っても動揺して流産したりしないよ。え？つーか、誰もお前が怪我したって気にも留めないから。何？お母さんなんてお前が転がってくのを見て大爆笑してたし。はあ、なるほど。そういうことか。自分がどれだけ家族から愛されてないかやっと理解したか？あなたたちがすごく勘違いしてるってことは分かった。ずっと勘違いしてたのはお前の方だよ、バーカ。随分と浮かれてるようだけど、あなた、今は一人でトンズラ中？お母さんも一緒だ。今から俺の家にいるマリと合流して、そのまま新婚旅行してくるわ。はい？会社にも後から辞表出して、旅行から戻ってきたらお前んちの財産で暮らすつもり。そんなのダメよ、今すぐ戻ってきて。嫌だね。このままじゃ大変なことになるよ。もしかして警察を呼んだんじゃないだろうな。そりゃ式場のスタッフがすぐに通報するに決まってるよ。そんなものすぐ追い返せ。俺はお前の義弟になるんだから被害届とか出すなよ。それ以前の問題なんだけど。問題なんてお前が全部処理しとけ。そうじゃなくてさ。ぐだぐだしつこい。俺とマリは今から結婚してハネムーンなんだから、邪魔したら承知しないぞ。私はみゆき、27歳です。この度、29歳の高雪と結婚するはずでしたが、ご覧の通り、結婚式は中止になりました。私から婚約者を奪ったのは、超美人な妹のマリ、22歳。とにかく男に目がない妹に、私は今までも何度も彼氏を取られていました。高雪にはそのことを話した上で、結婚の挨拶までマリとは合わせていなかったのに、初対面からたったの3ヶ月で寝取られていたとは。しかも昔から妹ばかり。可愛がっていた母も共犯だなんて。目も当てられないとはまさにこのことですが、この後クズどもが揃って報いを受けることになるのです。2時間後、早速事前にマリと用意してた婚姻届を出してきたぞ。もう？あとお前を連帯保証人にして3000万借りたから。は？マリとの新婚旅行を贅沢にハワイにしようと思って。本人の確認なしに連帯保証人になんてできないでしょ。悪魔のささや金融っていう実印さえあれば簡単に貸してくれるとこに行ってきた。それってどう考えてもヤバいとこじゃん。見るからにヤバそうだったわ。利息は10日で1割だってさ。そんなところで借りるなんてバカなんじゃないの？
今すぐ金が欲しかったし、どうせ返済するのはお前だし。どういうこと？連帯保証人なんだから当たり前だろ。ふざけないで、私は関係ないから。印鑑をしてる以上、金融機関にそんな言い訳通用しないぞ。あなたが借りたんだから自分で返しなさいよ。俺たちはハワイで過ごしたらそのまま行方をくらます予定。は？お前の家の住所も教えてあるし、俺がいないって分かったらそっちに取り立てに行くだろうな。嘘でしょ。俺とマリの結婚祝いってことで返済よろしく。なんで私が借金取りに追われなきゃいけないのよ。それはお前がマリよりブスなせいかな。こんなのひどすぎる。ひどいのはお前の容姿。取り立て屋もその深海魚顔を見たらワンチャン逃げてくるかもな。本当に最低な人ね。お母さんもお前は借金取りに追われて地に這いつくばるのがお似合いだってさ。母さんまで揃いも揃って救いようがないわ。救われないのはお前だけ。俺は今からマリとお母さんと楽しい旅行に行ってくるから。あっそう、勝手にすれば。やっと諦めて従う気になったか。あなたたちには何を言っても無駄だと分かったからね。そりゃ潔くて何より。せいぜい風呂屋に落とされないように支払い頑張れよ。1時間後。マリをどこへやった？何のこと？俺の家にも実家にもマリがいないんだよ。お前が連れ去ったんだろ。どうして私がそんなことを？潔く身を引いたと見せかけて俺たちに復讐するつもりか。アホくさ、そんなことするわけないじゃん。いや、お前は顔だけじゃなく心まで醜いからやりかねない。私との結婚をバックレて借金を押し付けた挙句、妹と逃げようとしたあなたの方がよっぽど醜いわよ。やっぱり根に持ってるから犯人はお前だな。マリの居場所はどこだ？さあね、私は見送りしただけだし行き先は知らないわ。見送ったってまさかあの世に？本気で言ってる？どこまでバカなの？じゃあどういうことだよ、ちゃんと説明しろ。妹は救急搬送されていったわよ。搬送だなんて、マリに何をしたんだ？それはあなたが一番よく知ってるでしょ。は？階段から突き落としたら無様に転がっていっただっけ？え、それって？それを見てゲラゲラ笑ったんでしょ。ああ、それは母さんか。それはお前のことだろ、何言ってるんだ。鈍いわね。あなたが突き落としたのは私じゃなくマリだったってことよ。そんなわけあるか。いくら私とマリの背格好が似てるからって間違えるなんてね。あれは確かにお前だった。ちゃんと顔を確認したの？顔は見てないけどウェディングドレスを着てた。マリが私に嫌がらせしようとして朝早くからやってきて、私より似合うから試着させろって無理やり来たのよ。嘘だろ。式場のスタッフも妹だからって控え室に通したらしいわ。そりゃまさか姉のドレスを着ようとするなんて思わないものね。そういえば明日は早起きだとかなんとか言ってたような。まったく、あの子もどこまで腐った性根をしてるんだかね。いや、でもきっと嘘だ。マリはお前がどこかに隠してるに違いない。信じたくないんだろうけど現実を見て。お前には騙されないぞ。嘘じゃない証拠に母さんのスマホに病院から電話がかかってるでしょ。え？救急搬送される時に今後の連絡は母にするように電話番号を教えたんだけど。お母さんのスマホに何件も留守電が入ってる。留守電の内容は？マリが救急搬送されたって。これでもまだ信じない？マリは無事なのか？お腹の子は？安心して、どちらも命に別状はないわ。よかった。マリは顔に大きな傷が残るらしいけどね。顔だけが取り柄なのに。本当に美人だからってだけで乗り換えてたんだ。最低ね。でも金持ちなんだから傷なんて手術で消せばいいよな。そんなお金ないと思うけど。お前の家は金持ちだろ。家はあんなに豪邸だし。確かに父が生きていた頃は裕福であんな家を建てたけれど、今はもう財産はすっからかんよ。嘘つけ。お母さんもマリも仕事せずに暮らしてるじゃないか。家族の情けで私が援助してたからね。お前が？でもあなたがマリの夫になったことだし、今後はお任せするわ。え？あの二人、湯水のようにお金を使うけど頑張ってね。上等だ。俺は一流企業勤めだから。
マリア、お母さん、赤ん坊を養うくらいなんてことない。会社は辞めるんじゃ？辞表はまだ出してないから辞めるのを辞める。ちなみに3000万円の借金のことは覚えてる？あ、マリが病院にいる今、海外に逃亡はできないわよね。当初の予定通り、お前が返済すればいいじゃないか。誰が払うもんですか。それに、あなたのご両親があなたにきっちり払わせるって言ってる。両親に話したのか。結婚式が中止になったんだから理由を話さないといけないでしょ。だからって、馬鹿正直に説明するやつがあるか。私あなたと違って誠実だから、参列者の皆さんにもきちんと真実をお伝えしたよ。は？みんなドン引きしてた。なんてことしてくれたんだ。特にあなたの同僚のメガネ君が興味津々みたいだから、いっぱい喋っておいたわ。あいつは何でもかんでもすぐいろんなやつに言いふらす噂製造機なんだぞ。それはよかった。きっとあなた明日から社内で有名になれるんじゃない？これまで俺の築いてきた地位がパーじゃないか。それどころか、あなたは激務の部署に飛ばされるって。え？あなたの会社の社長が私にとても同情してくれて、支払いをバックれないようしっかり監視してくれるそうよ。そんな。ああ、支払いといえば、婚約破棄の慰謝料200万と結婚式のキャンセル料300万もよろしくね。なんだよそれ。婚約破棄も式の中止もあなたのせいなんだから当たり前でしょ。ただでさえ3000万の借金があるのに、500万も増えたら生活が困窮するだろ。やばい金融機関から借りた分をまだ使ってないなら、そのまま返済できるでしょ。しばらく逃亡する予定だったから、ハワイに小さい家を買って支払い済みなんだよ。それも新婚旅行じゃなくてプチ移住じゃない？ちゃんとそのための手続きもいろいろと頑張ったんだ。それはよくできましたね。そう、俺ってやればできる男なんだよ。褒めてないんだけど。それなら諸々の支払いも自分でどうにかできるでしょ。いくらなんでも無理だ。俺の腕には幼子の生活もかかってるんだぞ。本当に大変よね。自分の子じゃない赤ん坊まで育てなきゃいけなくて。え？マリは根っからの男好きよ。あなた一人で満足するわけない。そんなことない。俺の子を妊娠したことで本当の愛に目覚めたんだ。でもあなた種なしよ。は？私たちが婚約した時にやったブライダルチェックで発覚しました。俺に問題なんてあるわけない。そんなこと言って、ちゃんと結果を見ないからマリにいいように利用されるのよ。ふざけるな。言っていい嘘と悪い嘘の区別もつかないのか。私とマリどっちが嘘つきか、3ヶ月も付き合ってるならわかるでしょ。確かにマリはよく細かい嘘をつくけど、でもまさか本当に。いつ言おうか迷ってたけど、まさかこんなに絶好のタイミングが来るなんて。本当に本当なのか。だからそう言ってるでしょ。先走って結婚しちゃったからもう逃げ場がないね。もし俺の子じゃなかったら離婚すればいいだけのことだ。あなたのお母さん言ってたよ。誰の子であっても責任持って育てさせるって。母さんがそんなことを。これぞ正しく八方塞がりね。まだ間に合う。みゆき、俺たちやり直そう。はい。俺たちは互いにちょっとした間違いを犯したけど、今なら取り戻せる。頭湧いてんの？間違ったのはあなただけだから。それならお前は暗い海を照らす提灯あんこ、俺の明るい光となって正しい道に導いてくれ。この後に及んで私をあんこを呼ばわりとか、ふざけるのも大概にして。あんこを恥じるな。深海魚の中じゃメジャーだし、鍋にしたら美味しいし、俺は好きだぞ。だったら一人で勝手に食べてろ。そんなこと言わずに夫婦になって一緒に鍋を囲もう。お断りです。一度愛した男を簡単に捨てるのか。フルスロットルでゴミ箱に放り込んでやるわ。ちょっと美人に惹かれただけなのに、こんな仕打ちあんまりだ。自業自得よ。よりを戻すのが無理なら、せめて3000万の借金だけでも支払ってくれ。10日に1割なんて無理だ。断固拒否。このままじゃマグロ漁船行きか、体で払わされる。あなたが風呂屋に落ちるの？そっちじゃなくて俺の肝臓が。そうならないようにせいぜい頑張って支払うことね。借金地獄なんて嫌だ。誰の子かもわからない赤ん坊も育てたくない。誰か助けてくれ。
後日談。私は即座に婚約破棄をし、慰謝料を請求し、結婚式のキャンセル料も支払ってもらいました。隆行の噂は会社でもあっという間に広まり、針のむしろ状態。しかし支払いのため辞めることもできず、肩身の狭い思いをしながら激務をこなしているそうです。さらに隆行の稼ぎだけでは生活が厳しいそうで、母も休みなく働いているんだとか。そしてマリは無事出産、生まれた子供は肌が黒く、まず間違いなく隆行の子ではなさそう。マリはワンオペ育児に疲れ果てて外に癒しを求めたがっているそうですが、顔の傷のせいで二度と男を釣ることはできないでしょう。私は今回のことでもう結婚はこりごりです。今後は気ままに生活しながら独身を謳歌したいと思います。今すぐその3億円の豪邸から出て行きなさい。その家は私のものよ。何ですか、いきなり。息子のものを欲しがることの何がおかしいのかしら。今すぐに引っ越しの準備をしておきなさい。まだ夫の葬式も終わっていないのに、なんでそんなことを言うんですか。あんたが金に卑しいからよ。遺産を独り占めする気なのはお見通しなんだから。そんなこと一切考えていません。ちゃんと法にのっとって分けましょうよ。はあ、なんであんたにあげなくちゃいけないの。え、息子の遺産は全部私のものよ。そんなこともわからないのかしら。何を言ってるんですか。法律とか関係ない。親が全てもらうのが当然よ。今まで連絡も取らないで疎遠だったのに、お金だけ欲しがるんですか。当たり前のことだから言ってるのよ。やっと恩返ししてもらえるわ。和樹は毎月お金を送っていたはずですよ。あんなはした金で満足するわけないでしょ。ふざけてるのかしら。10万は大した額だと思います。あなたはまだ子供がいないからわからないかもしれないけどね、育てるのに大金が必要なの。だからその分を返せってことですか。そういうことよ。そもそもあんたのせいで和樹がこの世を去ったんじゃないの。人聞きの悪いことを言わないでください。そうとしか考えられないわ。春菜さんが遺産目当てで和樹を不幸にしたんでしょう。そんなことあるわけないです。もともと体が弱かったことは知っているでしょう。だからそれを狙って多額の保険金をかけてたんじゃないの。嫌な女ね。そんなことしてません。信じられないわ。どうせ金目当てで結婚したくせに。何を言ってるんですか。和樹が病気ですぐにあの世に行くって分かっていたんでしょう。ひどいわよね。きっと和樹は泣いてるわよ。ふざけたこと言わないでください。お腹に2人目の子供もいて幸せの真っ只中だったんです。はいはい、それよりその保険金も私がもらうから受け取ったら渡しなさいよ。和樹の言ってた通りの金の亡者ですね。この世は金が全てよ。そして子供は親のために稼ぐのが仕事。そのために子供を育てたって言うんですか。和樹は昔から頭が良かったけど何も返してくれなかったのよね。でもやっと金が手に入るわ。和樹がいなくなって悲しいって気持ちはないんですか。思うわけないでしょ。金が入る方が嬉しいわ。ひどすぎる。親だと思えない言葉ですね。いちいちうるさいわね。とにかく母親である私が全て遺産をもらう権利があるの。葬式が終わり次第その家から出て行ってちょうだい。私は春菜、34歳の兼業主婦です。8年前に結婚してもうすぐ2人目が生まれるところに夫の和樹が急逝してしまいました。夫はもともと病気がちで入院したこともありましたが、まさかいなくなってしまうとは。子供と2人で悲しみながら葬式の準備をしているところに義母から遺産の要求を受けて怒りを抑えられません。義実家とは疎遠で何年も連絡を取ってはいないのに、まさかこんなことを言われるなんて。しかも義母だけではなく義前のさつきさんもお金にがめつく、葬式の間も遺産の話をしていたほどです。義父は普通の人だったのですが、3年前に他界したので2人を止める人は誰もいません。そして義母たちの行動はまだ序章に過ぎなかったのです。3日後。いつになったら出ていくの。さつきさんもこの家が欲しいんですか。当たり前でしょ。豪邸に住むのが夢だったの。やっと叶う日が来るなんて嬉しいわ。
ここは私の家です。出て行く気はありません。お母さんが前に言ったことを忘れたの？覚えています。でも和樹との大切な思い出があるこの家を離れたくないんです。そんなの知らないわよ。早く引っ越さないから。お母さんがカンカンよ。いつまでグダグダと椅子歩き。息子が死んだ以上この豪邸は私のものなの。こっちはもう荷物持って家の前で待ってるんだから早くしてくれない？ちょっと待ってください。本当にいるんですか？引っ越し業者も来てるわよ。本当だ。私は何も了承してないのに。あんたの意見なんて必要ないの。嫁は所詮他人。さっさと出て行きなさい。こんな勝手なこと許されるんですか？そもそもこの家は私のだってさっきも言いましたよね。そんなの知らないわ。こっちには遺言書があるんだから。夫は急逝したんですよ。そんなのあるはずがありません。実はあったのよね。和樹は体が弱かったからもしものために書いてあったみたい。なんて書いてあったんですか？遺産は全部渡す。妻と子供を追い出して豪邸にも住んでいいってね。和樹がそんなことを。ありえない。一緒に暮らしてるのにかわいそう。裏切られてどんな気持ち？本当にそう書いてあるんですか？見間違いではなく。しつこいわね。ちゃんと実物を持ってきたから見せてあげるわ。まさかそこまでだったなんて。びっくりしすぎて開いた口が塞がらない。悲しすぎておかしくなった。だって遺言書を持ってくるなんて思わなくて。なかったら春菜さんに少しでもお金が入っただろうに。今まで和樹のお金を食いつぶしてたから。罰が当たったんじゃない？確かにそうかも。いえ、大変なことになるのが分かりきってるので我慢できなくなってしまいました。ああ、これからどうやって生きていこうって。子供ももうすぐ生まれるみたいだしね。でも豪邸に少しでも住んでたんだからいい思い出になったでしょ。和樹のものは全部遺産としてもらってあげるわ。だから早く出て行って。本当にウケる。もちろん出て行くよ。ニヤニヤして不気味な女だね。本当に頭がおかしくなったのかしら。はあ、すみません。これであなたたちと縁も切らせてもらえますね。もうあんたには用はないから、こっちもそのつもりよ。金欲しさで泣きついてこないでよ。3日後。ねえ、勝手に家具家電を持っていかれるんだけど。あんた何かしたんでしょ？どういうことか説明しなさい。家を売るから中のものを全部捨てようと思って業者に頼んだんです。は？どういうことよ。そのままの意味ですけど理解できませんか？私はなんであんたが勝手に捨てるのかを聞いてるの。だってその家は私のものだからです。ずっと言ってましたよね。え、もしかして春菜さんの名義だったの？それ以外何かあるんですか？もちろん土地も私のものですよ。は？なんであんたみたいな普通の主婦がこんなバカでかい家を買えるのよ。5年前に起業して社長になったからです。ありがたいことに売り上げも結構あるので一昨年にその家を買えました。嘘でしょ。お兄ちゃんが稼いでるわけじゃなかったの？和樹はうちの社員として働いてくれてました。でも入院とかがあったのでそこまでですよ。なんで言ってくれなかったのよ。黙ってたなんてひどいわ。和樹が2人はお金にがめついから絶対物乞いしてくる。教えたらダメだって言ってました。余計なことを教えやがって。何のための家族よ。自分だけいい思いしやがって。信じられない。和樹の葬式でも悲しむことはなく遺産の話ばかりして2人だけで独占してた人がよく言いますね。うるさい。何も言わなかったそっちが悪いんでしょ。そもそも疎遠だったんですから言うタイミングもありませんよね。そんなことより家を売るのをやめてよ。もう不動産屋さんに売ると言っているので無理ですね。なんてことしてんのよ。欲しければ自分たちで買えばどうですか？お金があればですけど。無理に決まってるでしょ。和樹がいなくなって悲しみに暮れてる私たちのために無償で譲りなさい。今更そんなこと言うんですか？嘘だって丸分かりですよ。私があげたとしても贈与税がかかってそっちが損するだけです。
私たちの住む家を返して。先に奪ったのはそっちですよ。早くそこから退去しないと不法侵入で捕まりますよ。そんなの嫌。実家はもう売り払ったのにどこに行けばいいのよ。マンションを契約したらいいんじゃないですか。そんなお金ないの。和樹の遺産は？無理やり通帳も奪いましたよね。全部使っちゃったわよ。え、まだ3日しか経ってないのに？早すぎでしょう。ブランド物をたくさん買ったの。今まで我慢してた分、欲しいもの全部買おうってショッピングしまくっちゃった。お金は計画的に使った方がいいですよ。今痛感してるわ。こんなことになるなら残しておけばよかった。助けて春菜さん。絶対嫌です。もういっそのこと捕まっちゃったらどうですか。そんなの嫌。まあ今すぐそこから引っ越せたとしても誘引私文書偽造罪で捕まるんですけど。何それ。簡単に言うと遺言書を偽造したので逮捕されますよってことです。は？3日前に見せてきたのは偽物ですよね。そんなわけないでしょ。言いがかりよ。私の所有物だって分かってる和樹が家を2人に譲るなんて言うはずがないんですよ。それはそうだけど。それに筆跡も違いました。全く別の人の字だって丸分かりです。一応調べてもらいましたが一致しないと言われました。さつきがもっと綺麗に書いていればバレなかったのに。私に書かせたのはお母さんでしょ。喧嘩は後にしてください。どうせ言い合っていても無駄ですよ。もう警察には話しています。嘘でしょ。捕まりたくない。私たちはこの家に住んでみんなに自慢したかっただけなの。取り下げてよ。どんな理由があろうとも悪いことをしたのは事実でしょ。そもそもお金のことばかりで私の話を全く聞かなかったそちらが悪いです。私はまだ若くて未来があるの。仕事もしてるし彼氏だっている。だから私だけでも見逃して。何自分だけ助かろうとしてるのよ。信じられない。先に多額の遺産が手に入るって言ってきたのはお母さんでしょ。私をたぶらかしたお母さんが悪い。遺言書を書こうって言ったのはさつきでしょ。捕まる原因を作ったのはさつきだから私を助けてちょうだい。ここで喧嘩しないでとさっきも言いましたよね。さっさと牢に入って一生私たち家族に関わらないように生きてください。この年で捕まるなんて嫌。謝るから土下座でも何でもするから許して。後日談。その後義母とさつきさんは警察に連れて行かれたそうです。有罪判決になったので2人とも塀の向こう側の住人になりました。それから3年後に2人は出所してボロアパートに一緒に住んでいるみたいです。義母はもう70歳で仕事ができないためさつきさんが1人で働いているようなのですが稼ぎが少なく毎日喧嘩していると風の便りで聞きました。お金が全てと言った義母は今どんな気持ちなのでしょうか。一方私は和樹の遺産を全て取り戻し2人目の子供も無事に生まれて3人で幸せに暮らしています。和樹も文も子供たちのために生きるつもりです。リン、高校に行けないかも。え、もしかして受験に失敗したのか。いや、そうじゃないよ。私に似て成績優秀だから推薦で県内一の高校に決まったんだけど。だけど入学金が足りなくて。いくら必要なんだ。100万。やっぱり進学校だと結構お金がかかるみたい。意外と高いな。だけど毎月養育費として5万。それとは別にボーナス月は20万振り込んでるけど貯めてなかったのか。何その言い方。私がお金の管理できてないって言いたいの。そういう意味じゃないけどちょっと心配になったんだ。もちろん貯金はしてるよ。だけど今まで貯めたお金は凛が社会人になってからまとめて渡す予定だからできれば使いたくないの。そんなこと考えていたんだな。大事な凛のためだからね。それに最近おしゃれにも目覚めて毎日のようにお友達と遊んでるから意外とお金がかかるの。そうだったのか。だからさ、娘も高校生になるから養育費増やしてくれない。とりあえず入学金100万先に振り込んで。いきなりだな。それにしてもコウスケはいいよね。自分の時間もあるしお金も自由に使えて。そう言いたくなる気持ちもわかるけど俺だって仕事頑張ってるよ。でも本当のことじゃん。正直コウスケがくれる養育費なんてはした金だし、まあもらえないよりマシだけど。
相場より高い金額だと思うけどな。他の家庭と比べたらキリないし、私が頑張って働いたお金も凛の教育費と遊ぶお金でほとんどなくなってるんだ。そんなに凛にお金渡してるのか。あの子最近ちょっとわがままで毎日のようにお金をせびってくるの。まあ私が仕事が忙しくて構ってあげられないから仕方ないんだけどね。だったら俺から凛に話をしようか。え、それは大丈夫。凛も戸惑うかもしれない。そうか、離婚してからなかなか会わせてもらえないから、この機会に凛と直接話をしたいんだけど。凛も年頃だから私が会えばって言っても拒否するのよ。だから康介から何か言うとかえって逆効果になる。父親からビシッと言った方がいいと思うんだけどな。いいから余計なことはしないで。とりあえず私から言い聞かせるから、お金振り込んでくれる？わかった。もし次何かあれば俺から話をするからね。了解、できれば早めに振り込んでね。俺の名前は康介。元妻の楓とは数年前に離婚し、離婚原因は楓の浮気でした。浮気相手にも家庭があったため、楓は奥さんに訴えられ慰謝料を請求されました。正直当時は仕事が忙しく、家事育児はほとんど楓任せでした。そのため裏切られても仕方ないかなと思っていましたが、親権だけは譲りたくないと何度も話し合いをしました。結果私の仕事の状況と両親が高齢ということもあり、楓が引き取ることになりました。それから数年が経ち、思いもよらないタイミングで娘の現状を知ることとなりました。1ヶ月後。ちょっとどういうこと？いきなりどうした？なんで20万しか振り込んでないの？入学金は100万円って伝えたでしょ。さすがにこの短期間で100万の準備はできなかったから、残り80万は楓が貯めてくれた貯金から出してくれないか。は？マジでありえないんだけど。貯めてるお金は凛が大人になったら渡すって説明したよね。だけど今回ばかりは間に合わないから出してほしいんだけど。父親としての自覚ないの？それに康介貯金ないわけ？働くことしか能がないんだから、お金ぐらい黙って出してよ。最近出費が多くて払えそうにないんだ。わかった、凛が中卒でもいいってことね。そんなこと言ってないだろ。本当は150万欲しかったのよ。入学金とは別に制服代とかもろもろお金がかかるの分かってる？だから気を使って100万にしてあげたのに、この仕打ち。確かにお金がかかるのは理解できるよ。だけど今すぐに準備は難しいから、今回は貯金から出してくれないか。何度も同じ話させないでくれる？今すぐ振り込まないとあんたの会社に養育費も払わない最低な男だって乗り込むよ。会社の人に迷惑かかるからやめてくれ。あんたって昔から世間体気にするもんね。だから逃げ道はないの。分かったから、もうちょっと待ってくれ。危ない危ない、今から乗り込むつもりで会社の近くまで来てたの。ギリギリ助かったわね。とりあえず準備ができたら連絡するから。凛に恨まれたくなかったら早くしてよね。私そんなに待てないから。1週間後。いつまで待たせるの？もしかして逃げた？会社に乗り込むぞ。なんだよ朝っぱらから。あれから1週間経ったけど未だに振り込まれてないから、どういうことか説明してくれる？どういうことって、もう少し待ってくれよ。毎日通帳記帳して振り込み確認するこっちの身にもなりなさいよ。今準備してるからもう少しだけ待ってくれ。実は入学金振り込み日が明日なの。今すぐ振り込んで。あ、急すぎるだろ。私も忘れてたのよ。だからね、早く振り込んでよ。いやだから無理だって。凛のことどうでもいいの？最低な父親、訴えるから。なら凛に会わせてくれたら直接渡すけど、どうする？は？凛からしたら自分を捨てた人間に会いたいと思う？あんたができることはお金を振り込むことだけ、以上。そんなこと本当に凛が言ったの？もちろん、毎日あんたの悪口で大盛り上がりよ。だけど今すぐ振り込めば会わせてあげてもいいけど。そんなこと言って結局会わせないつもりだろ。私のこと信用しなさいよ。ちゃんと会わせてあげるから今日中にお金よろしく。おかしいな、娘は1年前から俺と暮らしてるぞ。つまんない冗談いいから。1年もよく実の娘を放置できるよな。こんなヤバいやつだとは思ってなかったよ。何のこと？1年前に俺のところに泣きながら凛が訪ねてきたんだよ。え？俺の浮気で離婚したって話してたみたいだな。何のことよ。それで俺が養育費を払わないせいでお金がないから
朝3時起きの新聞配達をするように言ったらしいな。社会勉強のためにいいかなと思っただけよ。高校に行くお金は自分で稼ぐように言っただろう。俺のせいでこんな羽目になったから直接文句を言いに来たんだ。そんなつもりで言ったんじゃないけど、私の伝え方が良くなかったのかもね。ほとんど家にも帰らず、家事も凛任せで、たまに帰ってきたと思ったらこの金食い虫がって罵倒したらしいな。そうだったかな、覚えてないや。だから俺の話を信じてくれるのにさほど時間はかからなかったぞ。余計なことしやがって。で、凛と住むとき正直捜索願いとか出されたらどうしようと思ってたけど、あたかも凛と一緒に住んでるような言い方ずっとしてたよな。私もあの子ぐらいの年は彼氏の家に入り浸ってたからさ、まさか康介の家に行ってるなんて思わないじゃない。俺の悪口ばっかり言っていたからまさか会いに行くなんて思わなかったんだろう。悪口っていうかちょっと大げさに言った部分もあるけど、そんなことどうでもいいじゃない。いいわけないだろ。それに過去に凛が家出をした時も連絡の一つもよこさなかったみたいだな。さあ覚えてない。中学生の娘を放置して何とも思わなかったのか。別に。そういえばこの間凛が着替えを取りに帰ったけど気づいてた？その時面白い書類見つけたって言ってたな。は？裁判所から来てて中を見たら不貞行為の慰謝料請求で100万って聞いたけど。個人情報勝手に見るとかあの子ありえない。てかあの時の慰謝料まだ相手に払ってなかったの？いろいろあって払えなかったのよ。ずっと放置してたけどそろそろヤバいみたいだから払わないといけないの。それで督促状も来ててざっと400万は借金あるんだろ。何に使ったんだよ。凛の教育費よ。だから意外に子育てにはお金がかかるって言ってるでしょ。嘘つくなよ。家に男物の洋服とかブランド物とかたくさんあったらしいから、どうせ貢いだりでもしてるんだろ。正直離婚してるんだから関係ないよね。プライバシーの侵害で訴えてもいいぐらいよ。別に訴えてもいいよ。それと今月で凛は15歳になったから親権を選べるって知ってた？あら、そうなの？だったら親権あげるから500万ちょうだいよ。何言ってんだこいつ。今までの養育費は返ってこないけど、俺と住み始めた1年間は返還されるってよ。待って待って、なんで返さないといけないの？それ本気で言ってる？だとしたらやばいから。だって凛と一緒に住んでてもお金くれてたじゃない。それは怪しまれないために仕方なく振り込んでたんだよ。だからこの日をずっとずっと待ってたんだ。またまた冗談きついって。離婚してからも弁護士にどうしたら親権を取れるか相談してたんだ。そんなことしてたの？当たり前だろ。15歳まで待てば本人の意見も尊重されるから、それまで我慢していたんだ。だからこの1年黙っていたのね、この卑怯者。何とでも言えばいいよ。凛の親権さえ取れればどうでもいいし。ちょっと待ってよ、そっちばっかり有利でずるい。この日のために1年かけて準備したから言い逃れできないぞ。お金返さないと訴えるから。私たちもともとは愛し合ってたよね。心が痛くならない？ああ、関係をぶち壊したのはお前だろ。今さら何言ってんだよ。正直今でも康介のこと忘れられなくて仕方なく他の男で我慢してたの。よく言うよ。本当に俺のこと愛してるならこんなことしないから。私って強がりじゃ。今なら素直になれる。だから許して。無理に決まってるし、とりあえずお金の準備よろしくな。無理よ、とりあえずお金貸して。帰ってくる保証のないお金貸すわけないだろ。むしろ今すぐ返せよ。何年も慰謝料から逃げてたからそろそろやばいんだって。最近こわもての男の人が家の前に来てて逃げるの大変だったんだから。俺には関係ないし、これ以上話すことはないから、あとは弁護士通してくれ。見捨てないで、また3人で楽しく暮らそう。ねえ、返事ちょうだいよ。ねえってば。その後は楓の育児放棄や凛の意思も尊重され、問題なく親権を取り戻すことができました。楓はというと慰謝料が払えず逃げ回っていたようですが、結局こわもて男性に捕らえられ、朝から夜まで工場で働き、その後もスナックで働いているそうです。ですが工場では居眠りをし、スナックでは愛想も悪く、長時間働いているせいか肌はボロボロで見るに耐えない見た目になり、クビになるのも時間の問題みたいです。慰謝料以外にも借金があったので、これから一生働かないといけないと思うと正直スカッとしました。そして凛は無事高校に進学でき、親子仲良く新生活をスタートさせました。この1年いろんなことがあり、
辛い思いもさせてしまったので、これからは今まで以上に愛情を注いでいきたいと思います。旦那はゴミ枠行きにするから、あんたの旦那ちょうだい。旦那ちょうだい？もしかして変換ミス？団子ちょうだいの間違いじゃない？誰が突然団子を欲しがるのよ。だ、ん、な、ちょっと何言ってるかわからない。わかるよ。さすがに理解できないでしょ、いきなり旦那交換したいなんてさ。完璧に理解してるじゃない。あ、合ってるんだ。残念だけどそれは OK できないかな。旦那も花江と結婚したいなんて思ってないと思うよ。は？だって花江、子供の頃から暴君って感じだったじゃん。まこと、未だに保育園の時に花江にクッキー取られたことを根に持ってるよ。うんなわけあるか。あるある。あんたは知らないかもしれないけどね、私とまことは付き合ってるの。は？驚いたでしょう。イマルが仕事に行ってる間に何度も何度もね。それマジで言ってるの？また私から大切なものを奪うの？マジでもうもらっちゃった。どんな風に愛し合ったか具体的に聞きたい？いや、聞きたくない。私と誠って子供の頃から仲が良かったじゃない。大人になってもなんか相性良くて。聞きたくないって言ってるじゃん。体の相性もサイアンドコって感じ。もうやめてよ。でも待ってよ、子供の頃の相性最悪だったよね。暴君花江に泣かされる誠って構図だったと思うんだけど、今もその構図は絶賛継続中。私の足を舐めてブヒブヒ言ってるわ。まるで豚ね。そんなのってないよ。どう？諦めがついた？早く私に誠を譲りなさい。すぐに諦めろなんて言われても。私の足を舐めて喜んでる旦那とこれからも仲良くできるの？無理かもしれないけどさ。でしょ？だからほら早く私に誠をよこしなさい。でも私にとっては大切な家族なんだよ。昔は誠のことなんて大嫌いって言ってたのに、よく誠と浮気する気になったね。本当は嘘なんじゃない？だって今の誠はかっこいいじゃん。昔は瓶底メガネに頭ボサボサ、オタクでネクラだったのに、今じゃ一流企業の営業部のエースでしょ。もうそれだけで大好き。つまりお金が好きってこと？そうとも言う。金への執着がすごすぎる。大魔人には誠は渡さない。今なら何と言われてもいいわ。だってこれから私があの金づるじゃなくて誠の奥さんになるんだもん。悠々自適な生活が楽しみね。人を金づら扱いだなんて本当に最低。私が最低ならあんたは底辺ね。私があんたの立場だったら速攻で穴掘って潜ってミミズになるわ。意味わからない。2回も男を取られるなんて女として恥ずかしくて生きていけないもん。そうだよね。花江の今の旦那も昔私から奪った人だもんね。マスオだっけ？フグタじゃねえよ、私はサザエか。あ、丸尾だった。元彼の名前を忘れるな。あまりにも忌々しい記憶でさ、忘れようとしてそのまま名前まで忘れちゃった。あの頃のあんた丸尾にぞっこんだったもんね。あんたも丸尾もバカよね。私が酔った勢いで丸尾とお泊まりして妊娠したかもって言ったらゴロッと騙されちゃってさ。騙される？あれれ、まだ気づいてなかったの？妊娠したかもっていうのは嘘。あんたから丸を奪うためのね。本当は丸を言わせて部屋の中に転がしておいただけなの。え？丸尾とそういう関係になって妊娠したかもって言うから私は丸尾と別れたのに。それに妊娠したけど子供は流れちゃったって、もしかしてそれも嘘だったの？あったり。鈍感すぎてウケるわ。最低すぎない？いいじゃん、私が丸尾を奪ったおかげで誠っていうイケメン高収入と結婚できたんだから。丸尾と別れてから1年間はずっと苦しむことになったけどね。やっと苦しみから解放されたと思ったのに、あれからたった5年でこれだよ。ほら、私ってモテるから。でもダメね、丸尾っては全然昇進しないから、お給料は全然上がらないし、年食ってどんどんブサイクになって。私は高収入イケメンと結婚したはずだったのに。人の彼氏を奪って結婚までしておいて、よくも抜け抜けと。
だから言ってるでしょ、私誠と結婚するから丸尾は返品してあげる。あんなに丸尾が好きだったんだから返してもらえて嬉しいでしょ。でも今は誠の方が大切なの。だから誠はもう私の豚になってるって言ってるでしょ。さっさと諦めなさいよ、丸尾の時みたいにね。今度は嘘じゃなくて本当に愛し合ったんだから、丸尾の時より素直にくれるでしょ。ね？ね？なんて言われても。ああ本当にうざい。誠はね、あんたから離れたいって言ってんの。あんたから離れて私と一緒になりたいってね。あんたが誠を縛りつける権利なんてないでしょ。そうかもしれないけど、誠のことが好きなら早く別れてよね。分かった。でも本人に一度確認させて。確認しても浮気したって返事が来るだけよ。そうと決まれば次は丸尾のことね。あんた新しい旦那欲しいでしょ。だから丸尾はあんたにあげる。何それ、旦那をペットみたいに。まあそんなもんでしょ。どう、いるの、いらないの。ちょっと考えさせて、すぐには決められないよ。早く決めないと丸尾まであんたから離れていっちゃうよ。せっかく自分の老いたが私の嘘だって知ってイマルに会いたがってるのに。丸尾が私に会いたがってる、どういうこと。知らない、捨てられた人間同士で慰め合う気なんじゃない。ああかわいそうで涙ちょちょ切れそう。分かった、一度会ってみる。宣言しなくて大丈夫、だって私もうあんたたちに用はないから。じゃあせいぜい元気にやってね、負け犬ちゃん。私はイマル、28歳。3年前に幼なじみの誠と結婚し、幸せな毎日を送っている。仕事も家庭も順調、そろそろ子供なんてどうだろう、そう思っていた矢先に幼なじみの花江から誠の略奪連絡が来た。しかも昔私から奪った花江の現旦那丸尾とは実はあの時何もなくて、いろいろなことが一気に明るみに出て混乱する中、とりあえず誠に花江との浮気が本当か問いただすと、なんと事実だという。誠は私が元彼を花江に奪われたと知っていたはずなのに、花江にも誠にも愛想が尽きた。唯一の救いは昔私を裏切ったと思っていた丸尾が実は裏切っていなかったということ。絶対に花江のことは許せない。だからこそ私は花江が提案した夫婦交換に同意することに。もちろん私と丸尾は恋愛感情で組むわけじゃない、二人で花江を見返すんだ。花江に奪われてから疎遠になっていた丸尾と一緒に作戦を練り始めた。負け犬同士の結婚生活はどう？結婚してないけど。行動遅くない？私なんてもう誠とは離婚しちゃったのに。は？だってもう飽きちゃったんだもん。私って常に新しいものが好きなのよ。あんたと違って男選び放題だからさ、もう次の結婚相手も見つけたの。さすがにスパン早くない？今付き合ってるのはね、あんたの会社の社長の息子。そうなんだ。って驚いた？あんた最近仲いいんでしょ？確かに仕事上の付き合いはあるけど。違うでしょ、どうせ社長の息子と結婚しようと思ってるんでしょ。せっかく丸を返してやったのに残念。そんなわけないじゃん、私まだ離婚して半年だよ。こんなにすぐに結婚できると思う？もう半年だよ。イマルってお堅くない？そんなんだから丸尾にも誠にも社長の息子にも逃げられちゃうんだよ。逃げられたっていうか花江に取られたんだけどね。そうとも言う。どう？悔しい？別に悔しくないし。ああ次は社長の息子か。その次は誰にしようかな。その次？今付き合ってる彼氏と一生添い遂げようって気はないの？ないない、だって社長の息子って所詮自分で稼ぐ力はないでしょ。そうだ、次はあんたの会社の社長にしよう。性根が腐ってるんじゃない？なんでか知らないけどあんたの周りっていい男が多いんだよね。それに気づけないなんて女として終わってない？ところでさ。何？いい男でも紹介してくれるの？いい男ね、いるよ。
将来はうちの会社の社長より稼げる人間になるんじゃないかな。マジで？誰？私に紹介してよ。花江も知ってる人だよ。丸尾って言うんだけどさ。は？あのダメよ。あいつが稼げるわけないじゃん。だって私と結婚してから一度も昇進しなかったんだよ。花江と離婚してからのたった半年で起業して、今じゃ将来有望なベンチャー企業のイケメン社長になってるんだけど。え？そんなわけないじゃん。だって仕事できないんだよ。たった半年で変わるわけない。誰が丸尾をダメ男にしてたんだろうね。私だって言いたいの。そんなわけないじゃん。さっき花江言ったよね、私の周りにいい男が多いって。その理由知りたい？なんで私の周りにいい男が多いのか、なんで花江とくっつくといい男がダメになるのか、全部教えてあげるよ。言ってない。あれ違った？じゃあ教えなくて大丈夫だよね。けど聞いてあげる。ほら早く話しなさい。やっぱり言ったんじゃん。どうせ誠も私と離婚した瞬間ダメ人間になったんでしょ。なんでそんなこと知ってるの？もしかして誠とグルになって私をはめたの？違う、誠が勝手にダメ人間に戻っていったの。はあ？私っていわゆるアゲマンらしいの。男の人をプロデュースするとみんないい男に変身するんだよね。つまり誠も丸尾も元々ダメ男なの？そういうこと。誠も丸尾も付き合った当初はひどかったんだから、ほっといたら髪は切らないか、せいぜい1000円カット、絶対寝癖は直さないし、仕事には毎日遅刻。私と結婚してからの誠と一緒じゃない。もしかして社長の息子も？あれは社長直々のお願いでね。社長の息子がダメ人間だなんて、社員に示しがつかないからってどうにかしてくれって頼まれたの。もともとはほっといたらお風呂も入らないブー太郎だよ。そんなの詐欺よ。詐欺？私は別に花江を騙したことはないよ。花江が勝手に私の彼氏や旦那を取って言っただけ。むしろ花江の方が犯罪者っぽくない？だってあんたと離れただけでダメ男に戻るなんて、そのせいで私の戸籍が汚れた。そんなの私も別れるまで気づかなかったんだけど、私と離れただけでダメ男に戻っちゃうって知った時は驚いたな。絶対に知ってたでしょ。あんたから誠を引き剥がすのにいくら使ったと思ってんの？え？誠を手に入れるためにお金なんて使ったの？だってあいつと結婚したら一生遊んで暮らせると思ったんだもん。デートの度に食事代もホテル代も私が出したし、ブランド物のバッグも貢いだ。あいつの足を舐めて子供の頃にクッキー奪った謝罪までしたんだから。あれ？離婚前に聞いたのと立場が逆じゃない？とにかくあんたのせいでお金もプライドもなくなったの。慰謝料よこしなさいよ。慰謝料？なんで私が？あんたが私のこと騙したから。だから花江が自滅したんでしょ？あんたが悪いんだ。最初に私に話しておかないから。どうせ二人がいい男になる手助けをしなかったんでしょ。そりゃダメ男に戻るわけだよ。私は悪くない。だから慰謝料よこせ。ふん、何が何でも慰謝料請求するつもりと？そうよ。じゃあ私からも慰謝料請求するね。花江と誠の浮気の慰謝料を請求するの忘れてたから。は？あんたが慰謝料請求なんて無理に決まってんでしょ。できるよ。どうしても応じないなら法廷まで持ち込むからよろしくね。それは敏腕の弁護士雇って待ってるね。あ、ついでに丸尾の慰謝料も。なんであんたが丸尾の慰謝料の話なんてするの？あ、言ってなかったっけ、私今丸尾と一緒に暮らしてるの。付き合ってるわけじゃないんだけど、なんとなくお互い気になるようになって。は？最初は一緒に花江を見返すために組んだんだけどね、一緒に頑張ってる間にまた意気投合しちゃってさ。だって丸尾は花江に騙されてただけなんでしょ。だったら丸尾を嫌いになる理由もないでしょ。あんなにいい男を手放してくれてありがとう。私絶対に丸尾と幸せになるね。待ってよ。社長の息子と結婚するなら私がちょっかいかけるわけにはいかないよね。あの人のプロデュースはやめるから安心して結婚してね。それからすぐに私と丸尾は花江に慰謝料を請求し、話は法廷までもつれ込んで私たちの勝利。花江も私たちに慰謝料を請求してきたけど、請求が認められることはなかった。
花祝い謝礼を支払うためにいい男を探したらしいが、理想が高すぎて挫折。数年経った今も再婚できず、自力で慰謝料を支払い続けている。一方私と丸はというと、あの事件から2年後に結婚した。夫婦は戦友なんて言うよね。私は丸尾が仕事しやすいよう環境を整えるし、丸尾は私の期待に応えるため仕事を頑張る。それが夫婦じゃない。私たちはこれからも戦友としてお互いに高め合いつつ生活していこうと思います。俺の人生をめちゃくちゃにしやがって、責任取れよ。誰ですか？連絡先登録してないのでわからないのですが。みゆきの夫のタケルだけど。みゆきの？でもなんで僕の連絡先を知ってるんですか？みゆきから連絡先を聞いたんだよ。そうだったんですね。それにいきなり責任を取れってどういうことですか？お前、俺らに慰謝料を請求したよな。しましたけど、みゆきに浮気されたので当然のことですよ。しかもそのままタケルさんと結婚して、浮気された方の身にもなってくださいよ。そんなの知らねえよ。浮気されるようなお前が悪いんだろ。なんで俺らが慰謝料請求されなきゃいけないんだって聞いてるんだよ。今すぐ取り消せ。そんなのできないですよ。裁判で決まったことじゃないですか。慰謝料だけじゃない、お前の娘の養育費も俺らが毎月払ってるんだぞ。カツカツな生活で毎日苦しいんだわ。そんなこと僕には関係ありませんよ。あの時どれだけ辛い思いをしたかなんて知らないですよね。現在進行形で辛い思いしてるのはこっちなんだけど、慰謝料と養育費のお金払っても赤字なんだぞ。そのせいで消費者金融で借金することになって、今じゃ借金地獄なんだよ。ちゃんと責任取ってくれるんだよな。ですから責任なんて取れません。裁判で決まったことですので。だったら来月からもう払わねえから、これでいいよな。そんなことしたら差し押さえになっちゃいますよ。ちゃんと合意書を締結していますので。なんだそれ、そんなこと知らねえから。それに俺が消費者金融で借金した金はお前が払え。なんで僕がタケルさんの借金を払わないといけないんですか？それが嫌なら慰謝料と養育費は払わなくていいって言えよ。それで何事もなく解決できるんだよな。確かにそうかもしれないですけど、僕は払わなくていいなんて言うつもりはないですからね。俺らをどん底に落としやがって、なんだその態度は。毎月俺らの金受け取ってるんだよな。それが金もらってる人にする態度か。こっちはお前の被害者なんだよ。僕は浮気された上に離婚されたんですよ。精神的苦痛を受けて被害を被ってるのは僕の方です。それに慰謝料は被害者である僕に金銭的償いをすることが目的なんです。難しい言葉使いやがってよ。そんなことはどうでもいいんだよ。俺たちがお前に金払ってるってことには変わりないんだから。タケルさんは本当にそれが望みなんですか？だからさっきから言ってるだろ、慰謝料と養育費の支払いはなしにしろ。ですから何度も言いますが、それは無理です。そうか、よーく分かった。こっちも人生のどん底に落とされた被害者なんだ。お前にもその罪を償ってもらおうか。どういう意味ですか？一体何をする気でいるんですか？お前の家の住所はみゆきから教えてもらった。これが何を意味するか分かるか？もしかして家に来るつもりですか？浮気相手のタケルさんの顔なんてもう見たくないので、来ても話せませんよ。別に話すなんて言ってないだろうが、お前には少し痛い目を見てもらわないとな。人生をめちゃくちゃにされた今の俺は何をしでかすかわからないぞ。何をするつもりかは分かりませんけど、変なことは考えないでくださいよ。支払いをなしにしたら何もしないでやるよ。どうする？ですからそれは無理です。じゃあ決まりだな。覚悟しておけよ。後で後悔しても遅いからな。僕の名前は翔太、33歳のバツイチ独身だ。今からちょうど1年前、当時結婚していた俺は嫁のみゆきと9歳の娘の3人暮らしで幸せな生活を送っていた。しかしそんな結婚生活の中でみゆきの浮気が発覚したことで、僕らは離婚することになったんだ。そして今話していたのが離婚の原因となった浮気相手のタケル。彼とは離婚の話し合いの時に一度顔合わせをしていたが、自分の思い通りに物事が進まないとすぐに切れて手に負えなくなるんだ。当時もまともに話し合いをできなかったのを今でも鮮明に覚えている。それから裁判を起こし無事に勝訴したことで連絡が来ることはなかったのだが、今になって支払いをなくせと無理な要求を押し付けてくるタケル。
それから数週間後、タケルから衝撃の内容の連絡が来たのだ。お前の家の壁に落書きしてあったぞ。窓も全部割れてて大変だな。なんでそんなことするんですか。俺がやったなんて一言でも言ったか。たまたまお前の家を通りかかったら大変なことになってたから報告しただけ。壁もペンキで落書きされてたから落とせないぞ。本当に違うんですか。この状況だとタケルさんくらいしかそんなことしないと思いますけど。あ、お前俺のこと疑ってるの。いえ、そうじゃないですけど。でもやっぱり神様は見てるんだな。俺の支払いをなしにしなかったからきっとお前に罰が当たったんだよ。僕は何も悪いことしてないですよ。壁と窓の修理代なんて大変だろうな。そんなこと知らねえよ。受け取った慰謝料で払えばいいんじゃねえの。俺らの金で随分裕福な暮らししてるみたいだしな。え、どういうことですか。駐車場に高級車があるじゃねえかよ。みゆきと結婚している時は軽自動車に乗ってたらしいな。随分羽振りが良くなったんだな。高級車。とぼけるんじゃねえよ。俺らの慰謝料でよくも車なんて買えたもんだな。自分だけいい思いしてるんじゃねえよ。ちょっと待って、どういうことなの。もしかして。そのもしかしてだよ。高級車にもペンキで落書きしといたからな。随分おしゃれになったぞ。なんでそんなことするの。それに車にそんなことしたら乗れなくなっちゃうよな。新しい車に買い替えるしかないんじゃねえの。てかタケルさん、さっき自分はやっていない、報告しただけって言ってましたけど、その言い方だとやっぱりタケルさんが全部やったんですよね。さあそれはどうかな。でもこんなことするのってタケルさんくらいしかありえないですよ。ああそうだよ、俺がやったんだ。でも俺がやった証拠でもあるのか。あるならぜひ出してもらいたいね。それはどうせ証拠なんて出せやしないんだから、俺には感謝してほしいくらいだよ。なんでそんなひどいことをしたタケルさんに感謝なんてしなきゃいけないんですか。だって俺はお前の家に落書きして窓も全部割った。それに高級車もおしゃれにしてあげたんだ。感謝する要素なんてついもないですよ。さすがにやりすぎですよ。こうさせたのはお前だろ。俺が底辺に落ちたのはお前が訴えたせいだからな。ほんとざまだな。早く家に帰って状況確認した方がいいぞ。僕今海外暮らしなんですけど。え、海外暮らし。そうですよ、海外へ転勤することになりまして、娘と一緒に今はシンガポールに住んでるんですよ。ちょっと待て、そしたらお前がもともと住んでいた家は。今は海外に住んでるけど帰国したらこの家に戻ってくるんだよな。その家は売り払いました。何年後に戻れるかもわからないので。今でも住んでる形跡があるんだが。言うの忘れてたんですけど、そこの家にはライン組ってヤバい組の人が住んでるらしいですよ。はっ、だからこんな高級車が止まっていたのか。僕も詳しくはわからないですが、タケルさんが何かすごいことをしているみたいなので、家を売却した不動産屋へ一応連絡しておいたんですよ。お前何余計なことしてるんだよ。たまたま友人がそこの不動産屋で働いているので、そしたらそこにはヤバい組の人が住んでいるって言ってました。そんな、そしたら俺はどうしたらいいんだよ。素直に謝った方がいいかもしれないですね。そんな恐ろしい人が住んでるのかよ。申し訳なかった、だから許してくれ。それ僕に謝ってるんですか。だとしたら謝る相手が違うと思うのですが。それはそうだけどよ。そうしたらそこに住んでいるヤバい組の人へ直接謝罪してきた方がいいですよ。タケルさんもまだ近くにいるんですよね。近くにはいるけど、確かお前の不動産屋に友達働いてるって言ってたな。言いましたけど。だったらその友達に伝えてくれよ。家と車をめちゃくちゃにしたのは俺じゃないって。そしたら何の問題もないだろ。なんで僕がタケルさんのことをかばわなきゃいけないんですか。頼む、じゃなきゃ俺何されるかわからないんだよ。わかりました、それでは不動産屋の友達に伝えておきます。本当か、さすがだな、助かるよ。さっきまでどん底に落としやがってなんて言ってたのに、コロコロ態度が変わる人なんですね。今だけはお前に感謝してやるよ。でもこれで安心して家に帰れる。おい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 、何なんだよこの状況は。これじゃ家に帰れないじゃないかよ。え、どうかされたんですか。お前不動産屋の友達に連絡してくれたんじゃないのか。
それで俺の誤解は解けたと思ってたんだけど。連絡はしときましたよ。じゃあなんで家の周りに黒塗りの車が何台も来てるんだよ。これみんなヤバい人たちの車じゃないのか。思ったよりもだいぶ早いですね。まだそこの家にいてくれてよかったです。何がだよ、お前ちゃんと連絡したんだよな。しましたよ。家を勝手に荒らしてるやつがいるから、だから早く家主に連絡した方がいいんじゃないかって。お前な、何勝手なことしてくれてるんだよ。だったらこっそりこれから逃げるからな。逃げても無駄だと思いますよ。は？なんでだよ、俺がやった証拠はどこにもないんだから。その家に監視カメラが何台もついてるんですって。その映像を確認して犯人捕まえると不動産屋の友達経由で聞きました。監視カメラ、じゃあ俺がやったのがバレてるじゃないかよ。だからそう言ってるじゃないですか。やばい、車の中から何人も降りてきてこっちに向かってきてる。どうすればいい、助けてくれよ。自業自得じゃないですか。自分で何とかしてください。だったら走って逃げるしか。相手は本気でヤバい人たちですよ。そう簡単に逃げられますかね。終わった、逃げた先にも何人も待ち構えてた。挟み撃ちにされちゃったんだけど。最初からタケルさんが逃げると思ってたんですね。頼むから助けてくれよ。全部自業自得ですよ。迷惑かけたんですからちゃんと謝罪してください。マジで俺が悪かったから本気で反省してるって電話で伝えてくれよ。あれ、タケルさん、さっきまでの異性はどうしたんですか。もしかして捕まって返信できる状況じゃないとか。慰謝料と養育費の支払いだけは遅れないでくださいね。その後タケルさんはヤバい組の人に尋問されたようです。結局家と車の修理代はタケルさんが支払うことに。しかし払うことができるわけもなく、地下労働施設で毎日深夜まで働いているそうです。またタケルさんが行為に至った経緯を知ったヤバい組の人たちは、僕への慰謝料と養育費の支払いを遅らせるなよと喝を入れてくれたようです。関係のない僕への支払いのこともタケルさんに言ってくれたことに対して最初は疑問に思っていましたが、僕が売り払った土地はずっと狙っていた土地のようで、家を売り払ってくれた僕に対して知らない間に感謝をされていたようです。それから慰謝料と養育費の支払いは遅れることなく支払ってもらっています。今では何の心配をすることなく娘と海外生活を送れています。プロポーズ嬉しかったよ。ありがとう、そう言ってくれると勇気を出した甲斐があるよ。お祝いにエルメスのバーキンも欲しいな。バーキンは僕の給料ではちょっと。だって婚約したのよ。だからだよ、結婚するからには節約して貯金をしなければ。あんたってほんとケチくさい。堅実だってみんなに言われるけど、その代わりしっかり貯金はしてる。そうなのね。君との将来のためにもお金は大事にしたい。でも婚約指輪100万くらいのダイヤを買ってくれるわよね。そうだね、指輪は記念だからね。じゃあ明日早速ジュエリーショップに行こうよ。その前に君のご両親に挨拶に行かなくては。そんなのどうでもいい。そういうわけにはいかない。でも実家の住所は教えられないから。だって個人情報だよね。は？親の家だよ。今の世の中そんな簡単にプライベートな情報を流出できないよ。君は自分が住んでいるアパートの場所も教えてくれないけど。言ったでしょ、私はそんなに軽い女じゃないって。結婚前にズルズルっていう関係が嫌なんだって。僕は今時君のそういう身持ちの固いところにもいいなとは思ったんだけど。なら別にいいじゃない。でも結婚の約束をしたっていうことは婚約したってことだよ。だからって個人情報を教える義務ないわ。婚約したのに相手の住まいも知らないなんてありえないと思うけど。領事は私個人を好きになってプロポーズしたんでしょ。そうだけど。なら住んでる場所なんて関係ないじゃない。じゃあどこにご挨拶に行けばいいの。そんなに挨拶がしたいの。けじめだからね。ご両親に何も言わずに結婚なんてできないよ。めんどくさいな。じゃあ両親に相談してからね。勝手に教えるわけにはいかないし。わかった。そんなことよりさ、婚約したんだから教えて。何を。領事、貯金が趣味って言ってたじゃん。うん、僕の唯一の趣味だよ。で、いくらあるの。もう教えてくれてもいいでしょ、結婚するんだから。でも個人情報だしな。だって婚約したんだよ、結婚相手の貯金の額くらい知りたいじゃない。それもそうかな。そうだよ。今でだいたい
3000万くらいかな。あと他に株もやってるから、それも合わせるともっといくかな。マジで？うん。やったね、貯金が趣味って最高。僕は大沢良二、30歳です。3ヶ月前に友人と一緒に参加した町コンで彼女の亜美と知り合いました。一人暮らしをしているらしいですが、付き合ってから一度も僕は彼女のアパートを訪れたことがありません。結婚前からそういう関係になりたくないというのです。案外古風だなと思っていましたが、そういう考えは僕も嫌いではありません。だからって住所すら教えてくれないのは警戒心強すぎなのではという気もします。でも彼女の嫌がることを無理強いしようとは思いませんので、もう少し様子を見ようと思っていたのですが、1週間後。君のご両親と会う日取りと場所決めてくれた？そんなことよりいつ婚約指輪買ってくれる？だからそれはご挨拶が済んでからって言ったじゃないか。だから別に挨拶なんていらないし、うちの両親も必要ないってさ。僕はそういうところきちんとしたいんだ。ならもう仕方ないか。本当のこと言うよ。何？実はね、良二との結婚はこのままだと難しいのよ。なんで？婚約したばかりだよ。でも私ね、結婚しているんだ。で、旦那が慰謝料払えってさ。え？ごめんね、なんか言い出せなくて。だから両親の挨拶も離婚してからでないと無理だよ。それ、本当？うん。ならなんで僕と婚約したの？旦那と別れて行事と結婚してもいいかなと思って。いやいや、まず離婚が先だろ。順番なんてどうでもいいじゃない。そういうわけにはいかない。だから旦那に話したの、行事と結婚するから離婚してって。それで？そしたらめっちゃ怒っちゃってさ、行事に絶対に慰謝料請求するって。そんな。でも仕方ないから支払ってね、5000万でいいって。はい。それで私が行事のものになるなら安いもんよね。いや、かなり法外だと思う。私みたいな美人の人妻に手を出したんだよ、当然じゃない。いや、まだ手は出してない。そういう関係にはなってないだろ。でも婚約したのよ、気持ちはもう領事のものなんだから。こういう場合、気持ちは慰謝料の対象にはならない。でも証拠があるの。何の？私と領事がそういう関係だっていう証拠。はあ？実際何もないのにそんな証拠あるはずないだろ。私と領事がホテルに入っていく写真撮られているんだよ。君と二人でそんなところに行った覚えはない。それがあるんだな。もしかして君が酔っ払って無理やり僕をホテルに連れ込もうとしていた時のこと？そうそう。なんでそんな写真があるんだ？こんな偶然ってあるんだね。旦那がたまたま私たちを見かけて写真を撮ったんだって。なるほど。でも結局入ってない、すぐに表に出ただろ。でもね、この写真はどう見ても二人仲良くホテル入る写真にしか見えない。そうなんだ。旦那が誤解するのも無理ないよ。もう観念して慰謝料払おう。でないと困ったことになるよ。どういうことだ？領事の勤めている会社に旦那がこの写真をばらまくって言ってるの。は？私は止めたんだよ。でも旦那の怒りが収まらなくて。まずいんじゃない？人妻と浮気してる写真なんて。でも何もなかったんだから。そんなの誰が信じる？この写真 SNS に上げられたらあっという間に噂が広がっちゃうよ。会社クビになるかもね。なんてことだ。でもお金さえ払えば丸く収まるんだし、領事はお金持ってるんだから払った方がいいよ。それで二人で幸せになろう。わかった。それじゃあ内容証明郵便で請求書を送ってくれ。何それ？何度も請求されたら困るから、こういうことはきちんとしておきたい。その内容を何たら送ったら5000万払ってくれるの？仕方がない。わかった、旦那にそう言っておく。3週間後。ねえ、いつ慰謝料払ってくれるの？旦那が切れまくってイライラしてるの。早く払わないとマジやばいことになるよ。やっぱりそんなの支払う必要ないように思うんだよな。あんたの言う通り、内容証明郵便送ったじゃん。あれで支払ってくれるんじゃないの？でも納得できないんだ、何もしてないのに。グダグダ言ってんじゃない、さっさと金を払え。ご主人がそう言ってるんだよね。まるで君の言葉みたいだ。そんなのどっちでもいいでしょ。てないと会社にいられなくするわよ。でもやっぱり嫌だ。はあ？何ふざけたこと言ってるの？なんかいろいろ腑に落ちないんだ。何が？あんなに都合よく写真が撮れるなんて。世の中にはそういう偶然もあるわよ。そんな偶然めったにないよ。ああ、もううるさいわね。だったらどうだって言うのよ。やっぱり僕を騙したんだね。それがどうしたのよ。騙されるやつが間抜けなだけ。こっちにはあの写真があるんだから、お金を払わないとあんたの人生終わりだよ。
騙す相手を間違えたね。え？君の魂胆は初めから分かっていたんだよ。どういうこと？俺、探偵なんだ。は？去年、自分の事務所を開業したんだ。嘘、だって名刺は普通の会社名だったよ。あれ、偽物。あの名刺の会社、存在しないし。だって、国内にいくつも支社を持っている大手企業だって言ってたじゃん。まさかあんなに簡単に信じるなんて、人を騙しても自分が騙されるとは思わないんだね。じゃあ、本当に探偵なの？でも、どうして？君に騙された人が、うちに依頼に来たんだよ。見つけてほしいって。マジで？マチコンに行って、カモ探してたんだろう。はっきり写っている写真がなくて、探すのにちょっと手間取ってしまったけど。じゃあ、本当に初めから知ってたの？そりゃそうだろう。どこの世界に住所も知らない相手と婚約するやつがいるんだよ。私の美貌に見せられたんだと思ったもん。君が俺の金に見せられたんだろう。初対面の時に貯金が趣味とか言うから、どんだけ持ってんのかと思って。まんまと釣られたわけか。ひどい。それは君のセリフではない。今まで君に騙された人たちの言葉だ。じゃあもうお金は入らないの？当たり前だろ。でも結婚詐欺だと思っていたのに、まさかつつもたせてくるとはね。何？美人局って私のこと？つつもたせだ。別に君を美人だと言っているわけではない。全然意味わからない。女性を仕掛けて、後から夫とか恋人とか名乗る男性が現れて、お金を騙し取る詐欺のやり口のことだよ。最初は貯金を絞り取ってやろうと思ってたのよ。でも全然出さないし、そしたら旦那が全部出させるいい手を思いついたって言うから。なるほどね。あんたってマジでケチだった。親が病気だって言っても一緒に見舞いに行くとか言って現金はくれないし、デートも安い居酒屋とかでブランド物も何も買ってくれない。経費は依頼人に請求できるけど、さすがにブランド物を買うまでのお金は出ないし、高級レストランで君に金を使うのももったいない気がして。すっごっ。でも最初に撒いた餌が功を奏して、君は俺に食らいついて離れなかった。貯金のこと聞いてなかったらとっくに切り捨ててた。浅はかだったね。内容証明郵便で恐喝の物証までくれて助かったよ。はい。 LINE の会話もあるし、今まで揃えた証拠と君が騙した被害者である依頼人と一緒に警察に被害届を出しに行ったから。は？恐喝に詐欺だしな、実刑は免れないんじゃないかな。やめて、警察は嫌。もう遅い、覚悟しておくんだな。お願い許して、もうお金いらないから。いやいや、そんなものは初めから払う気もない。塀の中には行きたくない。向こうでせいぜいゆっくりしてくれ。出てきた後に待ってるのは被害者たちへの返済だ。そんな。もうそろそろ君の家に警察が行くから。え、家教えてないのになんで知ってるの？そうだね、あの郵便も住所はデタラメだった。じゃあどうして？言っただろ、俺は探偵だって。そんなのは調べればすぐにわかる。え、あ、表に警察が来ている。それはよかった、早く出た方がいいよ。裏から逃げる。そんなことをしたらますます罪が重くなるだけだ。いやー。後日談。アミとその旦那はマジで逃げようと暴れまくったようで、公務執行妨害まで加わったようです。二人とも実刑確実で当分出てこれないでしょうけど、ギャンブルで相当借金もあったとか、怖い筋金も借りていたようで、怖いお兄さんたちが出てくるのを首を長くして待っているそうです。出てきたら待っているのは泡風呂か漁船か、まあただでは済まないでしょうね。僕は被害者の方々に少しでも多くお金を返済できる日が来ることを願わずにはいられません。僕はこれからも誰かを助けられるような仕事ができればと、そう願っています。もちろん人探し、ペット探し、浮気調査、何でもします。何かありましたらぜひ我が探偵社にご依頼くださいませ。あんたの会社はママと二人でぶんどったよ。だからクソ親父はもう用なし、出てけ。ミチル、なんだ突然。最近顔合わせても全然口も聞かなかったくせに。だってあんたに近寄ると親父臭いのが映るじゃん。それで何の話をしてるんだ。会社分取ったって何のことだ。だからあんたの会社は私とママがもらってあげたから、もう帰ってこなくていいよ。言ってる意味がさっぱりわからん。会社って俺の会社のことか。他にどの会社があんの。あんたの会社に決まってんでしょ。
俺の会社をぶんどったってどういう意味だ。大体お前たちは俺の会社には興味がなかったはずだろう。俺が前の会社辞めて起業する時も散々反対したくせに。そりゃあママが絶対貧乏になるって言ってたんだもん。せっかく安定した給料があるのにわけわかんない会社始めるなんて。お前たちに不自由な思いをさせないように俺は必死で頑張ってきたんだ。だから苦労かけてないだろ。結構贅沢させてやってると思うけど。そんなの当たり前じゃん。てか全然足りないよ。もっと金よこせ。足りないって。好きなもの買って好きなものを食べて、これ以上何が欲しいんだ。ママがね、お金を生み出してんのは会社だって。だからその会社を乗っ取ればもっと贅沢できるって言ってたよ。会社ってのはそんな簡単なものじゃないんだ。俺が寝る間も惜しんで働いていたのをお前たちも知ってるだろ。だからあんたは臭いんだよ。毎日毎日必死すぎて笑えるんだけど、なんかそういうの見てるだけでイライラする。俺はお前たちのために毎日頑張ってたんだ。ふっざ、そういうの全然いけてないし、ジジイって頑張れば頑張るほど惨めったらしいだけなんだけど、あんたみたいなのが父親だなんて恥ずかしいし。恥ずかしいって、俺は俺なりにお前たちのことを考えてるんだ。だからそういうのがうざいって言ってんだけど。それに比べてひろきさんはあんたよりずっと若くてイケメンだし、ママともお似合いだし。ひろき？ひろきってうちの経理の村瀬ひろきのことか。どうしてあいつの名前が今出てくるんだ。リカ子とお似合いってどういう意味だ。もう鈍すぎ。ママとひろきさんはいい仲なんだよ。は？リカ子とひろきが？嘘だろ。こんな嘘つくわけないでしょ。全然気づかないなんてバカ丸出し。まさか。だってママ美人じゃん。ママが迫ったらイチコロだったって。私もひろきさんがパパの方がいいもん。だからあんたはもう用なし。まさか村瀬と組んで会社を乗っ取ったっていうのか。やっとわかった。だからあんたはもう終わり。これで会社は私とママのもの。お金も使い放題、バンバン財だよ。あんたはもういらないってこと。いらない？そう、臭い無能な親父は会社からも家からも出てけ。お前なんか必要ないんだよ。俺はタカト、今年で50歳になる。10年前に脱サラして起業した。俺は子供の頃からものづくりが好きで、成人する頃にはゲーム作りにハマってた。できればゲーム会社に就職したかったが、当時は今ほどそういう会社も多くなくて、狭きもんで望みは叶わなかった。でも会社に勤めながらもいろんなアイデアを貯めていた。それが高じてどうしても自分でやってみたくなったのだ。妻は反対したが、生活に不自由させない約束をしてなんとか起業した。会社もやっと軌道に乗り、これから家族とゆっくり過ごす時間も取れると思っていた矢先に、娘からこんな連絡が。しかも妻が俺の信頼していた部下とそんなことになっているとは。村瀬は俺が会社を立ち上げるときに従業員募集を見てやってきた。前の会社はブラックで倒産したと言っていた。俺が普通に給料を渡すと、こんなにもらっていいのかと感激したくらいの真面目なやつで、俺も全面的な信頼を置いていた。それなのに。その夜。リカ子、ちょっとこれどういうことだ。おい、ヘレさいな、なんかよ。私今食事中なんだけど。今家帰ったら外に俺の荷物が放り出してあるんだけど、どういうことだ。え、ミチルから聞いてないの。ちゃんと連絡したって言ってたけど。連絡はあったけど。じゃあ聞いてるんじゃない。俺の会社を乗っ取るとかいう話。ほら、やっぱり聞いてるんじゃない。そういうことだから。家にも帰ってこなくていいって言ったでしょ。でもまああんたのことだから、のこのこ帰ってくるかもと思ってたら本当に帰ってきたのね。帰ってきたのねって、俺の家だぞ。だからもうあんたの家じゃないの。邪魔だから荷物は出しておいた。でもまあこれも親切よ。親切だって、捨てないでわざわざそこに置いておいてやったんだから。私の思いやりってわけ。優しい妻でよかったね。ああもう妻じゃないけど。妻じゃないってどういうことだ。離婚届は私が出しといたから。お前が出したって。俺はサインしてないぞ。ひろきに代わりに書いてもらっちゃった。代わりにって、そんなことしていいと思ってんのか。別に離婚届なんて誰が書いてもいいじゃない。いいわけないだろう。何？あんたそんなに私と別れたくないの。
そりゃあんたみたいな男に私ほどの美人の妻は二度と来ないでしょうから、未練タラタラなのもわかるけど。そういうことを言っているんじゃない。じゃあ何なのよ、めんどくさいわね。いい？会社も家も私ももうあんたのものじゃないの。これからは全部私のもの。あんたは黙って出てけばいいのよ、わかった？何バカなこと言ってるんだ。そんなこと本気でできると思ってるのか。逆になんでできないと思ってるの。もう手続きは全部ひろきに済ませてもらったから。お前村瀬とできてるって本当だったのか。だってあんたなんかよりひろきの方が断然若いしイケメンだし当然でしょ。だいたい今まであんたみたいなジージーと一緒にいてやっただけでも感謝してよ。感謝って。あんたはもう明日から会社にも行かなくていいよ。行ってももう居場所ないけど。お前たち何かやったのか。今日外回りを済ませて会社に戻ったら社員の態度が妙によそよそしくて変だったんだけど。いやね、何もしないわよ。ただあんたがやったことを言っただけよ。俺がやったことってなんだ。あんたが会社のお金ギャンブルに使っちゃったとか、外回りと称して若い女囲ってるとか。はあ、そんな事実は一つもないだろう。でも真面目で通ってるヒロキが説明して、その横で私がサメザメと泣いたらみんな信じちゃって。もうね、迫真の演技よ。私女優になった方が良かったかも。ふざけるな。こんなことしてただで済むと思ってんのか。思ってるわよ。だってもうあんたには何もないんだから。会社も家もお金も全部私たちがもらったの。今ね、ヒロキとミチルと3人で祝杯あげてるの。だから邪魔しないで。お前、あんたはそこに置いてある荷物を持ってとっととどこかに消えな。もうあんたの顔なんて二度と見たくもないし、ブサイクなあんたの顔を見てたらこっちまでブサイクが映りそうなんだもの。さようなら。数年後。おひさ、元気だった？誰だ？やだ、可愛い娘じゃん。たったの5年で忘れるわけないでしょ。俺には娘などいないが。何言ってんの、ミチルだよ、ふざけないでよ。そういえば昔そういう名前の知り合いはいたかもしれんが。もう何言ってんのよ。あのね、パパの大事な会社が大変なことになってるよ。大変なこと？うん、ほっといたら潰れるかも。潰れる？今まで出したゲームももう全然売れなくなって。そりゃそうだろ。古いゲームがいつまでも売れるわけないだろ。この世界は常に新しいものが求められる世界なんだから。だってパパはいつもひろきさんがいれば会社は安泰だって言ってたじゃない。村瀬は有能な経理社員だ。あいつが回してくれていたから俺は自由にものづくりに励めた。でも全然役に立たないんだ。お金の計算ばっかりで何にも作れないし。そりゃそうだ。もともとものづくりなんてやったことないんだから。まったく、とんで役立たずだってよ。イケてんのは顔だけだから。それがどうした。今さら俺には関係ない。だからパパ戻ってきていいよ。はあ？だってパパの大事な会社が危機なんだよ。パパだって潰したくないでしょ。俺が命がけで育てた会社を奪ったのはお前らだ。だからその会社はもう俺の会社じゃない。お前の力になる気もない。もう連絡してくんな。でもパパもお金ないでしょ。会社戻ってきたらまた社長だよ。だから立て直しに来てよ。またみんなで楽しく暮らそう。俺は新しい会社で成功した。そっちの会社の売り上げなんてとっくに越した。え、嘘？そ、誰だ？私よ、あなたの愛する妻。お前もいたのか。母子揃って何なんだ。成功してるって何よ。そんな話聞いてないわよ。お前が外に放り出していた荷物の中に俺が長年温めていた未発表のゲームがあったんだよ。それを一人で完成させて別名で発表した。まあハンドル名みたいなもんかな。そしたらあっという間に人気が出て一瞬でそっちの売り上げを超えたよ。それなら私のおかげもあるんじゃない。私がそれを捨てずに置いといてあげたんだから。は？あんだその都合のいい解釈。お前のところにあっても何の役にも立たない代物だ。でもそっちで成功してるなら戻ってこなくていいよ。私たちがそっちに行くからね、ミチル。ああ、うん、そうだね。その方が早いね。揃いも揃ってバカなのか。俺がお前らとまた一緒に暮らす。そんなことあるわけないだろ。
どうしたよ、私たちはあなたの大事な家族でしょ。家族を辞めたのはお前らからの方だろ。俺ももうとっくに家族だとは思っていない。何言ってんの、パパは可愛い娘が路頭に迷ってもいいの。お前はもう26くらいになってるだろう。いい大人だ、一人で生きていける。そう、それもそうね。ミチルはもう大人なんだから一人で生きていきなさい。はあ、ママ何言ってんの。それを言うならママの方がずっと大人じゃん。でも私は妻なの。妻は夫に養ってもらうって決まってんの。そんなのずるい。パパは血のつながった娘の方が大事だよね。うるさい、あんたは黙りなさい。いや、だってママにはひろきさんがいるじゃん。あんたね、私が何にも知らないと思ってんの。私は分かってんのよ、あんたがひろきとできてんの。え、嘘。私の目は節穴じゃないの。え、だって仕方ないじゃん。ひろきがママみたいなババアより若くて可愛い私の方がいいって言うんだもん。はあ、あんたね、うるさい。そんなのは二人でやってくれ。とにかく俺はもうお前らとは縁もゆかりもない赤の他人だ。妻でもなければ娘でもない。二度と連絡してくるな。そんな、お願い、私だけでいいから助けて。ママはどうでもいい、パパは私を助けて。お黙り、パパは私を愛してるのよ。あなた、お願い、私に手を差し伸べて。パパの娘は私だよ。パパ助けて、私を見捨てないで。お前らなんかともう付き合ってられない。じゃあな。パパ、あなた、私はあなただけが頼りなのよ。後日談。結局前の会社は倒産したようだ。村瀬も残っていたお金を持って若い女と逃げたようだが、そのお金も底をつき、女にも逃げられ、またブラック企業に再就職し、低賃金でこき使われているらしい。元妻と娘は借金に追われ、二人で夜の店で働いているそうだが、怖いお兄さんからも借金していたそうで、稼ぎはほとんど取り上げられ、極貧生活をしているとか。まあもうどうでもいい。俺は今の会社を守ってやっていくだけだ。身軽になってゲーム作りに没頭できる毎日はとても充実している。